はい、どうも。2019年3月の3日、22時35分です。よろしくお願いします。治ったかな？治るといいんだけど。治ったかな？え、あとつー。キャスのコメ流れるよ。なんだろう、放送始まってからね、1分ぐらいかかる。俺がカチカチやんないといけないから。初期設定だけしないといけないから。くるくる。そうだね、大口支援者の人が3人来たね。どうだろう、みんなちょっとテストテストテストって書いてみて。ツイキャスの人も、ふわっちの人もテストテストってみんな書いてみて。治ったかな？テストってちょっと2個ぐらい連続で書いてみてください。そう、キャスは、治ったかな？テストテストって。昨日カラオケ楽しかったね。すげえ盛り上がったね。治ったかな？治った。おー、治ったね。よかったよかった。オッケーです。ありがとう。治ったわ。ありがとう。イリコさんありがとう。マリルボンありがとう。大口支援者3名来てますね。ありがとうございます。テストありがとう。オッケー。コメント治った。ありがとうございます。すいません。ご不便おかけしました。某遅 某遅。ただいまです。いつからパトロンから高性能 PC 買ってもらうの？もうお金振り込まれたら速攻買おうと思ってるね。ありがとう、4号さん。楽しかった、俺も。黙ってたんだ。オバマには無理だわ。アイテムとか炎上台とかを、なんかバーガーとかパフェとか花火とかをいただけたら嬉しいっすね。そうだね、偽物じゃないといいね。ごめんね、ワトさん、どうしたの？まだ振り込まれてないの？振り込まれたらもう速攻買うね。重鎮感って何すか？テスト、ふわっちアイテム投げたいけど、キツネ枠だから無理だな。え、キツネ枠でもアイテム投げられるよ。ぜひぜひ、花火ください。投げられるよ。キツネ枠でも花火投げられるよ。もしくは、まあ、ツイキャスでもいいし。マカロンありがとう。いくらぐらいになるんだろう。多分なんだけど、900万、今、900万ぐらいかな。マカロンありがとう。マカロンありがとうね。マカロンありがとうございます。マカロンありがとう。うわー、マカロンたくさんありがとう。マカロンありがとう。サンキュー。あー、すごい、たくさんマカロンありがとう。マカロンあざーす。マカロンありがとう。ありがとうね。マカロンたくさん。おー、ありがとう、ありがとう。サンキュー。連動ブロックするとね、コメビがバグになっちゃうから、リスナーさんの方でお願いしてるね。リスナーさんの方でコメントはブロック。作業お願いしますね。キャスはね、ワド監督で出てきますね。ワカロ、あ、ワド監督。ワド、ひらがな、漢字で監督。全部のアカウント、ワド監督で出てくるから。よろしくお願いします。
うわー、すげえ、マカロン30個ありがとう、届いてる。すげえ。マカロン30個もありがとう。たくさんありがとう。すげえ、何これ。マジで？ありがとね。この連投はエクスパンドじゃないよ。これは別の人。エクスパンドはこういう連投の仕方しないから。ありがとうございます。ありがとう、30個も。すげえ。すごいね。すごい。コンティニーコインありがとう。なんでこうね、ついてやっかむ人がいるのか俺には理解できないんだよな。よくわかんないよね。すごいね。マカロン、俺もあんまり食べたことないな。一回もないのかもしれない。マカロンってどんな味がするんだろう。食べてみたいね。なんか流行ってるらしいよね。どんな味なんだろう。歯応えが嫌いなんだ。あんまり嫌いな人多いよね。フランス発なんだ。メレンゲサクサクのお菓子か。まあ、なんでまずいっていう人が多いのに流行ってるんだろう。流行りもんかな。日本人流行りもん好きだからね。寒すぎるよ、この部屋。あ、イエルビンはどっち？ああ、まあカラフルで見た目可愛いよね。女の子好きそうだよね。だから味よりも見た目重視なんだね。今夜寒いよ。特に俺の部屋の中息白いかんね。レンズどうすればいいですか？あ、逆にどうすればいいですか？連絡取り合いますか？ LINE とか交換しますか？どうします？ LINE 交換しますか？ DM か LINE かで連絡取り合わないと待ち合わせとかできないですよね。明日全然予定空いてるんで、僕何時でも行けますね。あ、エクスパンド、あ、違うな、どうなんだろう。買って送りましょうか。あ、いや、どっちでも大丈夫ですよ。できれば物早く届きたいんで、ヨドバシとかで買ってもらったらめちゃくちゃ嬉しいですけど。全然家から近いんで。ダックワーズ？あ、コンティニーコインありがとう。あれ？ツイキャスの方コメント打ててない？ダコワーズ。レンズは早い方がいいですね。ありがたいですね。レンズは早い方が嬉しいですね。コンティニーコインありがとう。いや、嬉しいよね。ダコワーズっていうのを食べたことないからわかんねえな。あんまり美味しくないっていうのは理解できた。あんまり美味しくないっていうのは理解できた。ありがてえな。明日予定確認したら契約なので遅くなりそうなので。ああ、マジですか。じゃあどうしようかな。どうすればいいですかね。どうすればいいだろう。どうするのがいいんだろう。お任せします。なんか指定していただければ、そのように動くんで。暖房器具買ってないですね。リスナーさんから火曜日に届くとは言われてるけど、すごい寒い。ダックワーズ美味しい。あれ、なんかみーすけのコメント反映されてねえの。何なんだろう。みーすけテストって打ってみて。何だろう、みーすけのコメントが画面に表示されないな。困ったな。コメントビア調子悪いのかな今日。コメビュー青字で反映されないね。ああ、ミースケ出るな。なんだろうね。
ダックワーズがなぜか弾かれるのか。ミスケ出るね。パトロン暖房器具買ってくれないんですか。買ってくれんじゃないの、でもまあ一応映画の資金だからね。映画の名目だから暖房器具関係ないかんね、映画と。さすがに映画の名目今日ステーキ食べましたね僕。ステーキです。いきなりステーキ行ってきた。まあほっといたらいなくなるよ。ほっといたらほっとくのが一番いい。虫が一番効くんだよ。毎晩ステーキってわけじゃないよ。最近でもなんかトレーニングしてるから肉ばっかり食べてるかな。やっぱり体が肉を欲してるんだよね。こんばんは。ねえ、なんかよくわかんないけど、ほっといていいよ。いやー寒い。あったまりたい。部屋が寒いよ。ああ、ばらつきすごいよね。いや、同じ店でもね、スタッフによって肉が全然違うんだよね。いきなりステーキは、なんかバラバラ、本当に当たり外れが大きい。わかる。おやすみなさい。牛丼は好きやかな。あ、でもどこも好きだよ。あ、ウェアあったかいかもね。なんだろう、ツイッターの方がね、あ、ツイキャスの方がコメント反映されないね。全然全然コメント反映されない。バイトが焼いてんのかどうかわかんないけど。寒い。ミスケの部屋の方があったかいかもね。ヒートテックでも履こうかな。なんか床が冷たいから足が冷えるんだよね。末端から冷えるんだよね。末端から冷えるからさ。すげえ寒いよ。機内ステーキの床ベタベタすぎてすっ転んだラーメン屋とかも滑るところ滑るよね。めちゃくちゃ滑るよね。暖房ないですね。息が白いでしょ。靴下履いてるよ。バスタオルを床に敷く。ああ、それありかもね。コメント読めてますよ。僕はさばけてますね。大丈夫ですよ。全然もう満タイですね。余裕です。でもね、面白いんだけどね、なんかね、昨日もそうだったんだけどね、花火が上がるとね、あのアンチっていうか、こういう連投がね、あのいなくなるんだよね。だからやっぱり俺が喜んでるところを見たくないんだろうね。はあ、息白い。すげえ寒い。あ、暖房器具ね、火曜日に届くって。面白いんだよね。昔からそうなんだよね。なんか俺が嫌がらせをしてるところをすると俺のこと嫌いな人が集まってくるんだけど、やっぱりアイテムが飛ぶとね、いなくなるんだよね。ケビありがとう。俺が喜んでる顔は見たくないんだ。アイテムが一番効く。ありがとう、来た。はい、キツネさんから花火いただきました。花火ありがとう、ありがとうございます。ドンチキー、ありがとう、ありがとうございます。俺が喜んでる顔が一番効くんだよアンチは。わかんない、いくらぐらいか。なんかアマゾンで送ってくれるって言ってくれたね。ありがとうね、ありがとう。アイテムサンキュー。バーガーありがとう。バーガーありがとうね。サンキューです。アイテムありがとう。アイテムナイス。アイテムありがとう。バーガーありがとう。ありがとうございます。アイテムありがとう。花火ありがとう。花火ありがとうございます。
匿名ありがとうございます。ありがとう花見ありがとう。サンキューです。ありがとうバーガーもありがとうね。ナイスありがとうございます。ありがとうアイテムありがとう。コテハンがいい人はね、こっちがツイキャスの方行ってくださいね。モコモコの靴下とか履かないよ男は。モコモコの靴下とかは履かないよ、ダメ。女の子ってフリフリとかモコモコ大好きだよね。あれ何なんだろう、なんでモコモコばっかり履くんだろうね女の子って。男でモコモコ履かないよね。男用のモコモコあるんだ。なんかダメ、素材感がダメモコモコは。気持ちいいんだ。そうなんだ。ドレさんのことを俺に言われてもな。ドレさんのことはドレさんに言った方がいいと思うよ。なんで俺に言うの。モコモコがめっちゃあったかいんだ部屋着で。モコモコね。ヒートテックは今着てない。着た方がいいかな。ヒートテック着ようかな。ヒートテック履いてもいい？すげえ寒い。めちゃめちゃ寒いね。幸せな気分になる？ヒートテック履こうか。コメントを、いや、打ちたい人が打っていいですよ。コンティニューコインありがとう。ヒートテックなかったわ。ハートありがとう。サンキュー。アイテムありがとう。あ、寒い。めちゃくちゃ寒いね。早く春来ないかな。コンティニューコインありがとうね。支援来た。ありがとう。布団の中には入れない。パソコン配信だから。布団持ってこようかな。すごい寒い。床がね、冷たいんだよね。氷の上に乗っかってるみたいな感じなんだよね。氷の上に。布団持ってくるか。そうだね、トレーニング大変っすね。あったかいわ。布団があればなんとかなるな。足もくるむ。ありがとう。布団があればなんとかなるわ。布団いい感じだわ。ナイスアドバイス。これからこれで放送しよう。おばあちゃんみたいな。シャカとペコは元気だよ。いやそれがさ、この前すごいんだよね。
脳みそがさ、文鳥ってさ、親指の先ぐらいしかないわけよ。こんなさ、人さ、第一関節ぐらいしの脳みそしかないのに、賢いよな。なんかガシャン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 って急にやり始めて、ペコが。で、なんでこんなことやるんだろうと思ってたら、サプリメントが切れてたんだよ。ドライフルーツが食べたくて、ドライフルーツがなくなってるよって俺に教えてたんだよね。だから生命ってすごいよね。ねえ、カラオケ配信楽しかったね。ありがとう。こんばんは。ペコ賢いね。文鳥って賢いよね。すごいよね。こんだけしか脳みそないのにこんなに賢いんだよ。最初意味が分かんなくて、遊ばせたし、ご飯も入ってるし、水もあるのになんでだろうと思ったら、ドライフルーツが切れてたんだよね。で、それあげたら急に止まったもんね。ちゃんと訴えてたね。なんか変な遊びを覚えたのかと思ってたんだけど、音を鳴らして楽しんでんのかなと思ったけど、それにしてはガシャンガシャンってでかい音するから、何なんだろうなと思って。コメントは読めてるから大丈夫だよ。普通にコメント書いてください。いや、すごいよな。生命って素晴らしいよね。だから人間が考えてるようなのとはちょっと違うんだろうな、脳みそとかな。爪伸びたな。俺は見えてるから大丈夫だよ。アイワード2。もしね、見づらかったらね、ツイキャスの方に移動してください。ツイキャスの方荒れてないんで。ツイキャスはコメント読みやすいよ。コテハン残したい人とコメント欄荒れてるの嫌な人はツイキャスの方移動してください。ふわっちの民度が低いんだ。最初の頃、ふわっちのリスナーすげえ良かったのにね。ニコ生勢が来てからこんなんばっかりになっちゃったもんね。俺はキツネ枠は好きなんだけど、嵐が多いのはね、ちょっと良くないよね。ツイキャス移動して。ごめんね。ツイキャスのフォロー。ツイキャスは、移動したら出てくるよ。ツイキャスの人に聞いてみて、どうやってやるのか。ツイキャスはツイキャス開いて検索窓で和戸監督って検索したら俺の放送出てくるから、絶対。多分フォローボタンすぐ見つかると思うよ。俺もなんかあんまりよく分かってないんだけど、みんなできてるから多分簡単にできるんだと思うけど。ツイキャスの人教えてくれるよ。ツイキャス今見てる人。全然荒れてないから。はい、こんばんは。こんばんは。ああ、いらっしゃい。こんにちは。よろしくお願いします。こっちが荒れてないから見やすいでしょ。もしよかったらフォローしといて。こんにちは。3点セットよろしくお願いします。アートとお金稼ぎは全く別物だからね。対極にある考え方だから。ファインアートとコマーシャルアートって、俺はファインアートやりたいんだ。純粋にアートだけやりたい。
映画の話はしないかな。見やすい？見やすいでしょ？ああ、コンティニューコインありがとう。サンキュー。ありがとう。お疲れ。コンティニューコインありがとね。熟女好き何歳までとかは特にないかな。好きになった人がたまたま年上なだけだから。恋愛に年齢の要素は関係ないと思うよ。綺麗な人は何歳になっても綺麗だっていうのが俺の考え方かな。美しい人は美しい。美しくない人は美しくない。年齢は関係ないよ。みんな年取るだけだし。なんか若い女の方がいいって思い込まされてるだけだと思ってるから俺は。動物じゃないんだから。細いっていうか俺ぽっちゃりしてる方が好きなんだよね。ありがとう金魚姫、お茶爆100ありがとうございます。金魚姫ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。ありがとうね金魚姫、ありがとう、ありがとうございます。ありがとう。キャストカテゴリー何になってるかな。カテゴリーは男子顔出しになってるけど、検索した方が早いと思う。ワド監督で検索しちゃった方が早いと思うね。検索窓あるでしょ。ワド監督っていうアカウントで探した方が早いと思う。それが一番いいよ。アイコス、プルムテック今充電してる。あ、充電終わったか。プルムテックは今吸ってないかな。プルムテックは吸ってないですね。ありがとうございます。わーすごい、59号さんありがとう。59号さんからディナーいただきました。ディナーありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう59号さん、ありがとうね。ディナーいただきました。
ありがとうございます。ありがとう。お茶ありがとう。ありがとうね。アイテムありがとう。ありがとうございます。コンティニューコイン無料分もしあったらコンティニューコインいただけると嬉しいですね。ありがとうございます。ああ、ありがとう。サンキュー。ありがとう。ありがとうございます。たくさんいつもありがとうね。ありがとう、みんな。ありがとう。ありがとう、コンティニーコイン、ありがとう。サンキュー。アイテムありがとう。すげえ、たくさんいただけて嬉しいな。うん、ありがとう。ありがとう、コンティニーコイン、ありがとうございます。ありがとう。声がね、昨日カラオケでね大熱唱したから、やっぱ X とクレナイとラスティネイルでぶっ壊れたね。マキシマムザホルモンと。コンティニーコインありがとう、うん、ありがとうございます。たくさんありがとう。そうそう、声がね、カラオケで声やられちゃったんだよね。そう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 、こんばんは、うん、コンティニューコインありがとう。ありがとうね。ありがとうございます。ちゃんと演技ができるかどうかはやっぱりトレーニングじゃないかな。本読みを重ねるっていうことが大事だと思ってるね。配信者今が一番多いんじゃないのかな。配信者は今一番多いだと思うよ。コンティニューコインありがとう。ありがとうね。お茶爆ありがとう。お茶爆ありがとう。サンキューです。アイバトツこんばんは。こんばんは。エビータ、うん、エビータってなんだろう。うん、古い曲知ってるのは彼女さんの影響もあります？いや、ないっすね。古い曲知ってるのは僕が徳永英明とかが好きで、徳永英明さんがカバーよくやってて、でやっぱりに日本人はあの日本語の言葉的にあのブルースとか演歌とかからポップスに派生してるんですよ。だからあのなんだろう、夏メロって呼ばれてるものあるじゃないですか。ああいうメロディーラインが日本語にハマってると思ってて、でやっぱその特に女性ボーカルが歌うあの古い曲が結構好きなんですよ。ああいうメロディーラインが好きで、自分でうん、うん、まだ振り込まれてないけど、振り込まれるね、これから。まだ振り込まれてない。うん、日本人だからブルースと演歌はすごい近いよね、うん、ロックとかハードロックとかメタルとかに向かないんだよね。パイですか？パイがよくわかんないですね、うん、パイってなんだろう。バイセクシャルってことですか？バイセクシャルではないですね、僕は、うん、バイセクシャルではないです。俺なんだろう、赤いスイートピーとか、なんだっけ、会いたいとか、沢田千佳子の会いたいとか、あとなんだろう、好きですね、今年も海へ行くてとか、あとなんだっけ、もし俺が日、あ、歌うの忘れてたな、うん、
だったらとかね、レベッカとかね、あの辺好きですね、うん、いい曲いっぱいあるよね。ていうかまあ新しい曲でいい曲ってあんまりないような気がするね。おっさんになったからなのかもしれないけど、余熱とか全然ついていけてないっすね僕は。もうバンプオブチキンぐらいで止まってるかな、音楽聴かなくなっちゃったね。なんかこうリスナーさんが作っててすげえアーティストとかいたら、家で YouTube で再生してるとか、うん、ブロックしてコメ出んのはフワッチのバグかな、うん、ちょっと俺は原因が分かんないな、うん、尾崎豊いいね、尾崎豊河本宏といいね。いや LINE 来てないよ、なんか仕事のスケジュールが忙しいって言ってたから、まあまあ別にいいじゃん、焦らなくて。支援してくれる人は支援してくれるし、支援してくれない人はしてくれないし、なんか勘ぐっても心がすさむだけだから、支援してくれる人をね大事にしてありがたく受け取るっていうのしかできないから。俺らはアニソンはいいね、アニソンいいよね。コメコメクラブ、んババアは米津の良さが分かんない、見た目とか俺もあんまりグッとこないんだよね米津、うん、なんかまあ若い子たちに響いてるんだろうな。嘘かどうか決めつけるのは良くないんじゃないの、それは勘ぐりすぎじゃない、別に何だろう、嘘かどうか分かんないじゃん。支援してくれる人たくさんいるよ、世の中にたくさんいるよ。俺配信者だから分かってるから、別に勘ぐらなくていいんだよ、勘ぐらなくて。尾崎豊いいよね、尾崎豊はやっぱかっこいいよ。シェリーとかは配信者の歌に聞こえるもんね、うん、シェリーは完全に配信者の歌でしょ。なんか疑う必要はないさ、人に勘ぐったり疑ってたりするのは自分の心の問題だから、うん、勘ぐったり疑ったりしてたら疲れちゃうよ。ありがたくいただくだけでいいんだよ、ありがたくいただけるものを頂戴するっていうことで、うん、オーマイリトルガール好きですよ、うん、大好きですよ。あれ何歳の時だっけ、15歳ぐらいの時に作った曲なんだっけ、すごいよね。 I love you が16歳、 Oh my little girl が、うん、うん、何が気に食わないのニンニはそんなこと俺に言われてもさ、うん、何を俺に訴えかけたいの、どうしてほしいの、何を怒ってるのかが分かんないんだよ、何にイライラしてるのか。支援してくれるっていうんだったらありがたく受け取ればいいじゃん。なんかニンニがその何にイライラしてるのかがよくわかんないのね、うん、電話かけてくれば、言いたいことがあるんなら。今 LINE で配信者だから電話かけてきなよ、回りくどいから電話かけてきな、今ニンニ直接話そうよ、電話かけてきて、聞きたいこと聞くから。いや俺がかけるわ、300万じゃなくて900万ぐらいですね、今電話するね、ニンニ。ちょっと何が言いたいのか分かんないから。もやもやするから、そういうの。嫌なんだよ、勘ぐったり、疑ったり。ニンニ、ニンニどこだ。ニンニ。電話出て、ニンニ、ニンニ電話出て、ニンニ電話出て、
で、電話出て。あ、ありがとう。え、電話出てよ。なんなの？いやいやいや、一方的に言ってそれ卑怯でしょ。いやいや、電話出ようよ。なんで切るの？え、どういうこと？どういうこと？いやいや、それは違うでしょ、ニンニ。いや、電話出ようよ。どういうこと？何？意味がわかんないんだけど。どういうこと？え、どういうこと？全然意味わかんない。なんかさ、俺が悪いことをやったんだったらそれを俺に言われてもいいけど、俺がやってないことをさ、俺に言われても俺どうしたらいいかわかんないよ。何が言いたいのかもわかんないし。自分の主張は自分で持とうよ、しっかり。うん、はい、こんばんは。どういうこと？何に対して不満を持ってるのか全然わかんないから、モヤモヤする言い方されてもね、そう思わない？俺はどうしたらいいかわかんないもん。その何が言いたいのかもわかんないし、もやっとするの嫌なんだよね。心に負担かかるから、ストレスがかかるから、そういうなんか もやっとしたのやめて。言いたいことがあるならはっきり言えばいいじゃん。ましてやニンニも配信者なんだから。こんばんは。幼い頃土方に憧れたのは何？男らしさに惹かれた。俺土方に憧れてないですね、うん、ちゃんと話すべきだと思うけどね、うん、米さばきは全然大変じゃないですよ。全然余裕っすね。これくらいさばけなかったらニコ生では放送できないよ。支援は、いや連絡来てますよ。いやニンニがなんか言いたいことがよく分かんなくて、なんかここ 2,3 日ずっと同じことを言われてるから、なんか回りくどいから、何が言いたいのか分かんないからもやっとするじゃん、そういうの。いや言いたいこと言えばいいのにっていう、その女性特有のなんかこうなんつうの、遠回しの言い回しが俺苦手で、イエスかノーかはっきりしないからね。ニンニの意見はニンニの意見で、別に自分の意見で言えばいいんだけど、何が言いたいのか分かんないっていうのは俺困るから、もやっとするじゃん、寝つき悪くなるからさ、うん、まあそれはさっきコメント流れた通りだけど、うん、何支援のソースって何？そうそう、今ここで話せばいいのにっていうね。俺も全く同意見だね。いやニンニが必要ないなんて思わない。ニンニはすげえよくしてくれてるから、ただ何言ってるか分かんないから。ニンニは大事なリスナーだよ。
ただ何かに対して不満を持たれても、俺がやってないことに関しては俺はどうしようもないから、それを何回も言ってるんだけど、だから電話で話せばいいのにね。俺はって何？ 俺はっていう意味が分かんない。いや、そういうんだったら分かるじゃん。支援されてから言えよっていう。そしたら俺は俺で回答するけど。それはそれで俺は回答できるよ、全然。そう書きゃいいじゃんって。遠回し遠回しなの、何が言いたいのか分かんないから。多言語わかんないね 日本語しか理解できない。英語もわかんないからね。英語は超ギリギリわかるぐらい。連投ブロックしても消えない？なんでだろう。それふわっちの仕様だね。ワドさん好きです。ありがとう。ありがとうね。ありがとう。あ、今話せる。あ、じゃあかけておいで。かけておいで。ちょっと待って、今立ち上げるから。言いたいことは言った方がいいよ。ストレスになるから。なんで出ないの？いやいや、電話出ようよ。どういうこと？なんで出ないの？どういうこと？ニンニ、出てよ。どういうこと？いや、はい、なんでワン切りなの？全然意味がわかんないんだけど。もしもし？ごめん。ごめんなさい、すいません、なんか出れなかった。あ、全然いいよ。で、何が言いたいの、ニンニは。違う、ごめんなさい、ちっちゃい声でしか喋れないので大丈夫ですか？いや、大丈夫だけど、いや、大丈夫。ちょっと隣に寝てるから怒られるかな。いいよ、全然。違う、狐さんがいつも、狐で支援するっていうのはちょっと私にはちょっと心の中でイライラして、それを伝えたかっただけなんですよ。いや、だからなんでイライラする必要があるのかっていうことは私がな理ん解。か、そういう気持ちになっちゃうんで。どういうこと？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 全然わかんないの。それをちゃんと教えてよ。じゃあ、リアルで連絡しても支援されなかったこともあるから、この前みたいに狐でカメラ買ってあげるとか言われても、ね、本当にカメラ買ってる、
飽きるのかっていうのは、私が見てる側としてはそう思っちゃうから、そういう人もいると思うので、ていうただか、それが伝えたかっただけ、狐さんに分かるように、狐に対本当し、に支援するのかみたいな。いや、そもそもなんだけど、配信っうて99%釣りだよ。まあ、そりゃ分かってるけ分ど。かってるでしょ？で、でもね、もうニコ生の頃からニンニは見てるわけじゃん、配信は。でしょ？そで、99%嘘つくっていうのも分かってるわけじゃん。でしょ？で、さらに言ったら、実際に俺、ソニーのアルファセブンも買ってもらってるし、アイテムで花火もいただいてるし、まあそれはね、だから、そんなことでいちいちまともに受けてたら、ニンニが放送を見るのがつまらなくなっちゃうだけだよ。で、そうそうそう、私、こういう声だし、配信で言われるのね、何のそうそう、あ話？れだったかなと思って、あんまりでかけたくはなかった。じゃあ、何の話をしてんの？何？声って。何の話してんの？で、話が変わりすぎててよくわかんないんだけど。何？今度声の話？声がちょっな。と私の声がちょっとハスキー声なもんで、おう、ハスキー声でいいじゃん、別に。さっきも、キツネさんがガラガラ声って言ったから、私は別に昔からこの声だから、なんとも思わないけど、放送もしてるので。何の話をしてんの？ いや、じゃなくて、別にハスキーボイスいいじゃん。俺好きだよ、ハスキーボイスの人。もしもし？ で、何？いや、はいはいじゃなくて、いや、何の話をしてんの、ニンニは。お？ちゃんとしっかり受け止めたいから言ってるんだよ、ニンニ。ニンニが考えてることをちゃんと理解したいから電話してるわけよ。聞こえてる？聞こえてる？ 聞こえてる？もしもし？だから どういうことよ？なんで急に黙るの？ニンニが普段思ってることとか考えてることを理解したいから電話してるわけじゃん。わかる？いいよ、一回落ち着こう。ごめんなさい。ちょっいいと。よいいよいいよ、ゆっくり待つよ待つよ、違う。全然。ネットの世界は、まあ、100%じゃないっていうのは分かってるんだけど、やっぱりファンとしては、やっぱり、支援されると嬉しいなっていうのがあるから、そうだよね。私も少なからず、ね、支援してるから、そういう気持ちになっちゃうんだよね。何、和わか道がる？騙そされれは。たくないってこと？そうそうそう。私も少ないお給料から一生懸命支援してるっていうのを、ありがとそれはあるから、う。すごく切ない気持ちになっちゃう。いや、俺も切ないよ、やっぱり騙されたら。それは毎回毎回そうだけど、でも、配信ってそういうもんよ。
昔から騙す人もいれば、でも数、さっきも言ったんだけど、3人に応援してくれる人は少なからずいるわけよ。応援してくれる人はいるの、その中でも。わかる？ニンニ。騙す人が99%でも1%本当に応援してくれる人がいるから、こうやって映画があったりとか、男感塾あったり、シルバーがあったりとか、ね、ずっとこう進んでるわけじゃん。わかる？で、人の伝話聞統のか言ねえ葉な。だけど、人の話聞かねえな、お前、相変わらず。聞いてる、聞いてる、聞いてるけ ど、もういい伝よ、統いいのよ、こ分とかった。も、画面に出てるのは消えないからっていうことを言わないといつまでたっても、伝統も消えない、消えないって言われるだけだから、それを伝えたかっただけなのに、私も勘違いされちゃって、ちょっと待って、連投の話、今度は。いいよ、連投が伝何な統の？は、連投は。伝統はもう監督の画面に出てるやつだから仕方ないから我慢するしかない。なんで、やっぱり。ニンニね、だってニンニが言ってることって、私が気に入らないコメントは消してくれっていうことを俺に言ってるんだよ。それもあったんだけど、よくよく考えたら、ふわっちとか、キャストとかね、のやつを個人的に消しても、画面に映っとるのは消えないから、それはそれで仕方がないかな。ニンニね、それって結局ラジコンにしたい心理と一緒で、私の思い通りにいかないから、世の中が私の思い通りにいかないっていうことをニンニはずっと言ってるのよ。でもね、今ツイキャスには27人見てて、ふわっちは80人見てるから100人がここ集まってるので、100人が集まったら、まあ学校とかで想像してもらいたいんだけど、1学年30人ぐらいいるわけですよ。で、3クラス集まったらさ、1クラス30人ぐらいで、1学年集まったら100人ぐらいになるわけじゃん。ね、そしたらね、ずっと「うんこうんこうんこ」って叫んでる小学生もいれば、真面目な小学生がいて、ニンニは学級委員長みたいな性格で、ちょっと男子静かにしてよっていうことを言ってるんだけど、ね、うんこうんこって言ってるやつはずっとうんこの話をしてるわけよ、社会に出ても。で、その人を消すっていうことは違うんだって、ニンニ、俺がずっと言ってることって。なんて言えばいいのかな、ある程度人が集まっちゃったらコントロール不可能なことってあるの。例えばね、そのツイッターっていうもの、ツイッターやってるでしょ、ニンニ。 LINE もやってるでしょ。で、タイムラインに不やっ快てまなニンニのその都合の悪いコメントを書くこともあるわけじゃん、ニンニが心でも。そういうもんなんだって、世の中っていうのは。わかる？だから簡単だよ。ここの下のコメント欄が気に入らないでしょ。パソコンで見てるんでしょ。見てます。パソコンでしょ、いつも。ここにガムテープ貼っいつて、も。ガムテープ貼ればいいんだよ、ここに。そんなに。でしょ？じゃあ、それはいいんだけど、そう貼らでなしくてょ？大丈夫。だから、ニンニのパソコンのモニターにガムテープベリベリって貼って、ここの下のところにニンニだけ見えないようにすればいいんだよ。要はね、俺がいつも言ってるのは、他人と過去は変えられないけど、自分と未来は変えられる、そういうことなんだよ。ニンニがどうにかすればいいわけよ。わかる？で、ニンニの都合で100人を振り回すっていうことは、俺は違うと思ってるのよ。俺だって別に気分良くないよ、こんなコメント。確定申告って何の意味もないコメントなわけじゃん。アラビアとかも読めないし。だけど、俺は別に読めてるわけだし、ニンニのコメントも他の人のコメントもちゃんと精査できてるわけじゃん、俺自身は。でしょ？だからニンニがどうにかするべきなんだよ、そこは。ガムテープ貼りゃいいんだよ、モニターに。俺の放送を見るときに。専用のガムテープを作ればいいんだよ。画用紙でもいいし。そしたらニンニはストレスないんだから。そう、じたゃあい、もうそうそ放うそ送見ない方がいいですよね。う。いや、何そのふてくされた態度。だってキツネさんがそういうふうに言ってるのに。じゃあ、俺が言ってるの。これは俺の意見。もう来なくていいって。誰が言ってんの？キツネさんに迷惑かけるから。
違う違う、それは子供の子腹立つな、こいつ。でも、見るんでしょ？見たいんでしょ？俺のこと好きなんでしょ？いや、だから、見なきゃいいって言うんだったら、結局、俺はそれまでだと思ってんの。その程度の人たちだと思ってんのよ。結局、それで離れるっていうのはさ、俺がやったことに対する評価ではないじゃん。だそうやって離れていった人はいっぱい見てきたでしょ？ニンニ自身も。俺はニンニに応援してもらいたいけどね。ただ、ニンニ一人の、ね、ニンニ一人、俺はみんなのことを考えないといけないから、枠主として。だからね、便所の落書きだっていうことを覚えておかないダメよ。特に放送は。便所の落書きに書かれてることを本気で考えても意味ないんだって。思ってることどんどん言いな。思ってることどんどん言いな。何やってんの？だって、はっきり言うけど、ニンニのために俺このシステム作ったんだよ。ニンニずーっと狐枠やだ、狐枠やだって言ってたよね。ニンニのために俺ここまでやってるんだよ。ニンニだけとは言わないけど、主にニンニが言ってたわけじゃん。狐枠やらないでほしいって。だから、ふわっちと狐で妥協案、ニンニの意見を取り入れてここまでやってるんだよ。で、これでも文句言うっていうのは完全にラジコンにしようとしてるっていうふうにしか受け取れないよ。ここまでニンニのさ、考え方を反映させてるのに。違う？何ヶ月もかかってるんだぜ。はっきり言うと、狐さんは私が支援することに対して文句があるみたいなの。それは私は空気が読めなくて、いらないっていうものまで送ったかもしれない。でも、狐さんが受けに。止めてくれる監督がいるからこそ支援しようかなと思って、喜んでもらえるからって、支援はしてるから、私も、狐さんのことを真に受けるのはいけないと思ってる、そりゃ。あ、何、狐さんがニンニのことを攻撃するの？それがちょっと気に食わないのもあって、それを気にするなって言ってくれとるのもわかる。そんなの、さっき言ったように、100人おればっていう話をね、言ってくれたので、
狐さんたちは何も考えてないよ。そう、それを真に受けるのが悪いっていう、言ってくれたいのはすや、ごくわかる。何にも考えないで打ってるのよ。このスピードでアラビア文字を打ってる人とか、確定申告って打ってる人たちは何も考えてないからずっと連投ができるわけよ。わかる？気にしすぎなんですよね、そうそうそう私そは。狐のこう。と。だから、支援したいと思う人が、配信者には支援すればいいだけの話なんですよね。っていうよりも、例えば任に嫌いなものある？ゴキブリとかさ、嫌いなものああ、なんそれか、はもちろんありますよね、人間には。例えば何が嫌い？例えばなんだけど。例えば、ゴキブリゴキブリできいいですけ嫌い？ど、ゴキブリ嫌いだ。任にが言ってるのって、ゴキブリ嫌いだから日本国からゴキブリを排除してくれっていうことをずっとプラカード持って国会議事堂で、政府、私はゴキブリ嫌いだから、日本国民はゴキブリみんな嫌いだから、日本政府、ゴキブリを日本から排除してくれって言ってるような感覚なの、俺からすると。で、それを客観的に見た時、任にはどう思うよ、そういう人がいた時に。いや、無理でしょって思わない？ゴキブリはいなくなんないの。ゴキブリにはゴキブリの理由があって、その生存してるわけだから。支援するのも私が好きでやってるだけだから、それは気にしなくてもう大丈夫なんですよね。支援の話？ 今度。支援の話ですよ。みんなが支援の話を持ってきてくれるので。支援の話なんか誰もしてないよ、任に。支援の話は任にが今し始めたわけで、この枠で任にの支援のことについて一言もコメントないよ。コメント流れた？ニンニの支援について。ありますよ。え？誰とは言いたくないので言わないけど、誰誰私言ってよ、も、言って言おう、言おうよ、言おう。言おう、それは言わないと話進まあ、まないから。言われたくなかったら放送に来るなとか、言われたくなかったら配信するなんて言われても仕方がないんですけどね。そうじゃなくて、その任意が支援を行ってることに対してのクレームなんか一個も来てないよっていう話。生きてましたよ。どこに来てた？どういうコメントだったの、その内容は。今は書いてないですよね。何？もう書いてたけど、今書いてないですよ。そのさっき書いてた内容っていうのはどういう内容だったの？金づるってはどういう意味ですか？金づるって書いてる人いるけど。金づるババアって書いてるけど、どういう意味なんです？聞こえないな、なんで。聞こえてる。金づるとかば、金づるババアを自覚しろとか。どういう意味なんです？監督から見て。どういう意味なんです？俺は俺の意思で喋ってるけれども、他の人が書いてることに関しては意味がわからないよ。言ってる意味わかる？誰が書いてるかも、どこの男なのか女なのかもわかんないの。だからその人が書いてることに対して何も思わないよ、俺は。だって俺の発言じゃないんだもあ、放送してる人に、ん。放送聞いてる人に言うけど、私は監督のファンで会って支援をしてるので、文句は言いたくない。なんか聞こえなくなった。いや、聞こえてるよ。あれ？聞こえてる、聞こっこえてちる。がたまに聞こえなくなるときあるので、ごめんなさい。多分電波状況だと思う。ごめんなさい。いいよ、思ってること全部いいな、聞くから。俺の声はで、ち、気にしずにこれからじゃあ、支援は進むので、うん。
もういいです。もう何でもや狐さん言ってください。大丈夫です。いや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 い
人として。それって絶対その、なんつうの、解決してないから。で、人には心に何かが溜まっているわけじゃん。何かが分かんないんだけど、俺の放送とか俺の放送に対して、もしくは俺個人に対して何か思ってるのであれば、ちゃんと場を設けたわけじゃだ。あ、監督に対してなくて、見てる人たちに言いたいだけ、私あのも。ね、じゃあ分かった。ニンニも生主だから言うけど、見てる人は選べないよ。そう、選べないですよね。嫌な人はブロック自分ですればいいだけだし。そうん。う。うん。客は選べないんだよ、配信者は。そうですよね、そりゃ。それはわかりますよ、それ。で、いろんな人がいるっていうことを頭に入れておかないと。だから、ニンニはファンでいてくれてるけど、全員がファンっていうことはありえないんだよ。例えばさ、ジョン・レノンってすごいアーティストじゃん。マイケル・ジャクソンとか。もう世界中にファンがいて、本当のアーティストなんだけど、マイケルのことをバカにしたりとか、ジョン・レノンってファンに殺されてるんだよ。マイケル・ジャクソンとか、ジョン・レノン、もしくはイエス・キリストってさ、2000年語り継がれてる聖人なわけじゃん。神様なわけじゃん。それでも殺されてるんだよ。アンチがいたわけよ。だから、有名になるっていうことは、ファンの数も増えるけど、アンチも増えるっていうことなんだよ。だから全員がファンになるっていうことはありえないの。あ、バカありがとう。どんな人でも文句言われるんだよ。たけしさんであっても、イチローであっても、アンチって必ずいるのよ。わかる。だから、なんていうのかな。自分がどうするのかが大事なんじゃないの？自分が応援するのか、自分がアンチになるのかっていうことはコントロールできるから、任意がどうするのかっていうのが重要なんだと思うよ。俺は自分にそう言い聞かせてるけど、俺は俺がどうするのかっていうのが重要なのであって。自分の生き方は選べるわけじゃん。まあ、育児放棄はしてないけどね。別に普通に育児してますけど。コメント見てると笑い。なんかごめんなさい、私のことで荒れてしまって。いやいや、ずっと荒れてるから大丈夫だよ。ごめんないや、さあなたのせい、い。私に、いがや、もう、違う違ちょっとそっとう違う違う。いしとや、くちょっしとか待っなて待い。って待って。ニンニのせいで荒れたわけじゃなくて、枠つけた瞬間からずっと荒れてるからね。そうなんだ。別に俺の中では通常営業だから。別に、ニンニが電話かけたから荒れたわけではないから。わかる？ずっと荒れてるよ。なんか私は、
ワド監督に対するファンになった強さが強すぎるというか、いや、ファンってもうそうずっいうともんさ。昔から見てるので、で、こういうシステムになってから、アマゾンとかも送れると思って、送れるときは送っちゃえって感じで勝手に送ったりも してるので、ダメだって言われても。いや、ありがたくいただいてますよ、ご支援は。本当にもうごめんな、そこはごめんなさいだけど、いや、ごめん、いや、ありがたいよ、俺からすると。ニンニンみたいな人がいるから、俺はこういう放送の活動ができるわけだからさ。すごくありがたいよ。別に嫌でやってるわけじゃないのに、そこを勘違いしてもらってるキツネさんたちにもちは、ろん、もちろん、俺は分かってるよ。俺は分かってるよ。でも、俺とニンニンが分かってればいいんじゃないの？俺そう、とすニごン、く、いつも怒られることもあるけど、空気読めなくて、フォローもしてもらえるから、私は嬉しい面もある。それは理解してる。まあ、ね、私も空気読めないので、すごくね。あ、俺の声が小さい。ちょっと待ってね。俺の声小さいっすか、皆さん。俺の声小さい？なんで？え？こっち側のマイクが反応してんの？俺の声小さい？なんで？いや、そんなことない。ニンニこれでしょ？俺の声これだよね、マイク。普通に聞こえてますよ、私普通に聞こえてるよね。大丈夫だよね、リスナーさん。で、大丈夫だと思うよ。大丈夫だよね。ニンニがでかい。ちょっと絞るわ、こっち側で。小さくないよね。逆にでかい。いや、いいよいいよ、気にしなくていいよ、そっちが。こっち側で調整するから。まあ、だから、なんだろうね。あんまり真に受けない方がいいと思うよ、コメントに。応援してくれる人は応援してくれるのは、俺は分かってるから。で、なんだろう、嫌なことする人もたくさんいるけど、そんなの気にしてても嫌がらせに屈したら負けだよ。人の足を引っ、ごめんなさい。人の足を引っ張ったりとかする生き方をしてる人とに振り回されたらダメなんだよ。夢とか希望とかを持ったりとか、その自分をしっかり持って自分が間違ったことをやらなければいいんだよ。と俺は思うけど。自分の生き方は変えられるでしょ。自分がどうするかなんじゃないの。応援してくれる人もたくさんいるよ。俺は忍者のこと好きだよって言ってくれる人もいるじゃん。そういう人を大事にすればいいんじゃないの。わかりました。分かった。じゃあすそういいうまことせで。ん。皆さんごめんなさい。全然いいよ。ありがとね。すいませんでした。ニンニでした。
はい、お疲れ様。映像問題ない？映像とも音声問題ない？大丈夫ですか？大丈夫？ OK。疲れてるなって言われても。いや、だから、まあ、しょうがないよね。まあ、さっきも言ったけど、リスナーさんは選べないから。ね、自分のことよく思ってくれる人だけで集まるっていうことは放送では不可能だと思ってて、過疎だったらできるかもしれないけど、ね、100人以上集まって自分のことを全員好きだと思うっていう人は俺はいないと思ってて、どんだけ有名になるってそういうことだからね。でもね、確実にアイテムをもらえたり、これで生活できてるっていうことは、応援してくれる人がいるから成り立ってるんだっていうことを忘れちゃダメで、俺はその応援してる人のおかげでね、こういう生活ができてるわけだから、だからそこを忘れなければいいんじゃないのっていう、その大事にしてくれてる人とかに、そのが確実にいるんだっていうのが、俺が放送をやってる動機の一つだから。だから、これはもう、なんつうんだろう。人数が増えていけば増えていくほど起こってしまう問題だと思ってるけどね。ありがとう。応援して。ありがとう。例えばなんか、ねえ、なんだろう。いや、俺はギブギブギブだね。与える与える与えるだね。ギブギブギブって。で、リターンがあるって考えてるけど、ギブギブギブ。だから思いが強すぎるんでしょ、人には。真面目に考えすぎてるんだよ。万人に好かれてる人って俺見たことないけどね。ネットとか見てると、例えばさ、ベッキーの問題、ベッキーが不倫した時に思ったんだけど、ベッキーが不倫して迷惑を被ったのって、不倫をした相手の奥さんだけなんだよ。でも関係ない人がベッキーを攻撃してたけど、俺ベッキーが不倫をしたことによってベッキーをエロい目で見ることができたから、俺は得をしたんだよ。ベッキーってなんかエロいなっていう目線で見るようになったから、得をしたのに、なんでベッキーを攻撃するんだろうっていう、誰も損してないのにっていう。だから、まあそんなもんでしょう。そう思わない？ベッキーが不倫したところで俺ら何の被害も受けてないわけだから。どうなんだろう。はい、こんばんは。俺はそう思うけど。だから、まあ、なんだろう。他人の人生にコミットしてる人がいるっていうのがあんまりよくわかんないけどね。まあ、俺はアホだけど。矢口真里の件も全く同意見で。批判されて当然なんだ。愛はどつ。まあ、だから批判すりゃいいんじゃないの。ただ、まあ、批判してる人って自分の人生生きてない人だからね。じゃないの。と、俺は思うけどね。CM のイメージって言っても、俺ら金出してないじゃん、ベッキーに。 と俺は思うよ。どうなんだろう。だから無関心だから人のことを叩けるんだよ。関心があったら人のことを叩けないよね、安易には。無関心だから叩けるっていう。そう思うよ。バスシルバー予約受け付けてるんで、DM から LINE いただければ、購入できますね。DM から LINE ください。まあ、イメージの問題でしょ、テレビは。みそぎの問題だって。いや、俺はかっこよくないでしょ、別に。
何がかっこいいの俺の。何にもかっこよくないよ。シルバー10万前後かな。10万前後かな。いや、かっこよくはないよ。かっこいい生き方してたらこんな配信なんてやってないよ。みすぼらしい生き方やってるから こんな生き方になってるだけで、本当にかっこいい人は ちゃんと働いてるよ かっこいい活動やってるでしょ。配信者でかっこいいやつなんかいないよ こんなアンダーグラウンドな場所にかっこいいやつなんか存在しないでしょ。嫌いなものにはあんまり理由はないっていうのは俺の考え方かな。嫌いだから嫌いっていうだけで、あんまり理由とかないね。直感じゃないよ、フィーリングとか。髪の毛ブルーにしようと思ってるね。髪の毛はブルーにしようと思ってる。いいじゃん。映画のスポンサーさんも集まってきてるわけだしさ、確実に前に進めてるわけだから。もうこっから先多分ね、ふわっちはずーっと狐枠だと思システムが構築できたんで、通常枠はやらない、やるのは減ってくね。携帯電話でふわっち1本でやる場合は通常枠でやるけど、もうこっから先はほとんどもう狐枠オンリーでやっていこうと思ってるね。寒いよ、暖房器具ないの。すげえ寒い。文鳥飼ってるリスナーさん結構いるね。3、4人いるから誰なのかは分かんないね。ドカタの映画は撮らない。ドカタの映画は撮らないですね。エアコン欲しいですね。僕は土方ではないですね。無職ですね。無職です。
数学ってコメントしづらいっぽいよね。俺の枠ではそうらしいよね。なんでかわかんないけど。まあ、結果が物語ってるよね。荷揚げはやったこと1回だけあるね。エロい映画。配信歴6年。ドカタやんないっす。ドカタはやらないっすね。ああ、お笑い芸人さん演技うまいね。全然、お願いね、したいっすね。ドカタやんないですね。サイコパス映画がいい。俺サイコパスだから、サイコパスっぽい映画になると思うよ。サイコ野郎だからね。他の人が嫌いだっていうふうに認識したのはいつぐらいだろう。17歳ぐらいかな。17歳ぐらいの頃かな。それくらいの年齢の頃かな。なんで差別なの？差別ではないと思うけど、嫌いなもんは嫌いだから、差別とはまた別だと思うけど、何が差別なの？いや、文化人じゃないよ、俺は。文化人じゃないよ。なんか公文竜が配信やってるって噂とか出たけどね。部屋寒い。部屋めっちゃ寒いんだよね。彼氏彼女の事情全巻買った？あれ途中まですげえいいんだけどね。なんか最後胸クソらしいよ。ユキのめっちゃ可愛いよね。ユキの可愛いよね。拘置所とか刑務所行ったことないから分かんないっすね。分かんない。留置場は2ヶ月間入ってたけど。クモンリーね、配信やってた。どこでやってたの？ってことは出てきてるんでしょ。ね、結構長くなると思ってたけど。普通に喋ってる。もう慣れてるからね。人を殺したことはないですね。イケメンじゃないよ、ワドツ。クモは死んでないね。
パトロン嘘ではないよ。連絡来てるよ。今3人から問い合わせ来てる。いや、俺もそんな早く出てこないと思うけどね。強盗致傷とコカインだったら結構重たいはずなんだけどね。まだ1年ぐらいでしょ。アンチ多いよね。ね、素敵な女性と出会いたいですね。素敵な女性と。いただける支援はいただきますよ。支援で生活してるんで。支援はいただきたいですよ。支援はいただきたいですね。明日はなんか予定は特にないかな。明日は特に予定ない。はじめまして。子供みたいって言われる、よく。リアドつると子供みたいって言われる。子供なんだろうね、多分ね。ガキなんだよ。大人になれてない。子供なんだよ、子供。大人がやらないといけないことをね、できてない。キッズだから。で、支援で生活してるんだよ。支援いらないなんて言うわけないじゃん。そんなこと一言も言うわけない。支援で生きてんだから。支援いりますよ。建築会社からスポンサーのオファーあったら断る、断るね。まあ、名前変えてやってくださいっていうかな。引っ越しはしないよ。どんな女性がタイプですか？なんか、笑顔が素敵な人が好きです。そうですね、個人からですね、企業からではないですね、個人スポンサーですね。個人スポンサーです。エアコン止まってますね。はい。直らないですね。なんかね、室外機のガスが切れてるって。室外機のガスが切れてますね。だからガスを補充しないと、つかないって。生ポ助かったけど、いいとは思わないかな、あんまり。セーフティーネットだよね、あくまで。
いやー、今起きたばっかりだから寝れないかな。寝れないっすね。家賃はここは6万円ですね。電気とガス別だね。和道さんは私の癒し。本当に？ よかった。誰かを癒せるんだったら嬉しいね。そうそう、雨風しのげればいいの。コメント読んでもらえない？まあ、ホームレスだったからね、もともと。ありがたいよ。生活保護には戻りたくないな。生活保護には戻りたくないっすね。こたつは広げるスペースがないかな。こたついいよね。6畳一間で6万円ですね。めっちゃ寒い。ブロックするとね、米びゅがバグるからね、いいの。一回一回枠開き直すのめんどくさいから。いや、生活保護は働けるか働けないかっていうのは要件に入ってないっすよ。もともとその金銭的に生活水準が低い人を救うためのセーフティーネットなんで。確定申告？あったかい飲み物ね、飲みたいね。コーヒーとかね。職場で出会いがありません。どう思いますか？選んでるからじゃないの？人を。だったら婚活とかすればいいんじゃないの？職場ってことは自分と同じレベルの学歴、収入の人と出会っていて、で、その人にグッと来ないっていうのは理想が高いからだと思うから、なんて言えばいいのかな。他の場所で探すっていう、多分理想が高いんだと思いますね。理想が。紐？誰かお金持ちの女性いるかな？俺のことペットにしてくれる紐いるかな？いないんじゃないの？いたらこんな生活してないよ。可愛くないでしょ。 もっと若くて髪の毛ふさふさでかっこいい男の子を紐にするでしょ。もしお金持ちの女性がいたら、イケメンを買うでしょ。そうだよ、収入が少ないだけで生活保護はいただけますよ。そういう国なんで、そういう憲法なんで。俺可愛いか？ じゃあなんで人気がないんだろう。人気がないって結果が出てるってことは人気がないんだよ。ニンニはよくしてくれてるけどね。
ひも向きの性格？そう？そうかな。いや、寒いから丸くなってるだけだよ。めちゃめちゃ寒い。チンコ触ってる。チンコを温めるとあったかくなるんだよ。働いてて生活きつい。役所だね。生活安全課だね。国が定めた生活水準以下の生活をしていたら生活保護は確実にもらえますね。のんちゃんとお別れしちゃって。何回言っても分かんないの？のんちゃんと別れちゃったよ、俺。お金の心配はなくならないよ、全然。あるよ、お金の心配は。食っていくのに毎日必死だよ。1人当たり東京で13万ぐらいだね。13万以下の生活だったら、なんだろう。13万以下の生活だったらそうだね。もらえるね。今月で無職になっちゃった。大変だな。年齢によるよね。若かったらすぐ再就職できるけど。ガチだね。もう1ヶ月ぐらい経ってるね。ネタっていうネタっていうか、俺は全部さらけ出してるからね。パトロンはまあ映画に対する支援だからね。手切れ金なんてもらってないよ。資産あり、資産を持ってる場合は生活保護はもらえないですね。ありがとう162号さんから花火いただきました。ありがとう162号さん、花火あざーす。おやすみなさい。ありがとうございます。ありがとう、サンキューです。花火ありがとう。ありがたく頂戴します。ありがとう花火、パチパチありがとう。あ、ありがとうね。おやすみ。申請が面倒。本当に生活保護を受ける人は申請が面倒とかいう状況じゃないからね。生きるか死ぬかみたいな状態だから。申請が面倒って言ってる状態はまだ全然生きていける余裕があるんだろうね。年360万で何が260万引かれてんだろう。 な、税金が260万。え、収入がどれくらいあるんですか？花火いらないなんて一言も言ったことないよ。花火はいるよ。生活ができないよ。花火もらわないと。じゃあ、過度に花火を要求することがなくなって少し余裕ができたっていう話であって、花火はいるよ。生活保護もらえないよ。貯金1000万あるんだったら当たり前じゃん。生活保護する必要ないじゃん。現金持ってるんだから。資産を持ってないことと収入が少ないことが条件だから。もちろんもちろん、パトロンさんはその映画に関するパトロンさんだから。ツイキャスはお金下ろしたことないから分かんないな。どうなんだろう。
15日ぐらいかかるんじゃないの。すぐ引き出せるのはふわっちだと思うよ。15日か1ヶ月ぐらいかかると思う。なんかそもそも現金がポイントに反映されるまで15日かかるのね。で、そこから申請飛ばしで多分何日かかかるかはずだから。お金使いすぎてお金を使うと怖くて、え？お金使いすぎていざお金を使うと怖くてできません。ごめんなさい、日本語が分かんないですね。お金を使いすぎて分かる。いざお金を使うと怖くてできません。何が？ どうしたらいいですか？もう意味が分かりません。いざお金を使うと怖くてできませんってどういうこと？日本語になってないよ。夢近づいたね。いやいや、一応感謝、映画のご支援ありがとうございますっていう。パトロンさんつきましたね。ああ、すごいね。高額納税者だね。ああ、寒い。エアコンが欲しい。再就職、いや、就職をするつもりがないから分かんない。だから40代からはやばいって聞くね。40代からの就職はえぐいって聞いた。もう本当にないらしいよ。取ってくれないらしい。もうそもそもなんか募集をかけてないらしいよね。前澤社長すごいね。70億すごいね。エアコン壊れてる。室外機のガスがね、ついてないからね、エアコンがつかないんだよ。起動しないんだよね。基板エラーが出ちゃう。そうだね。編集用の PC は買ってもらえますね。月曜日に多分振り込まれるんだと思う。月曜日に振り込んだら連絡しますって言ってたから。そしたらそのままパソコンを買いに行く配信と、浪人 S 買いに行く配信しようと思ってるけどね。パソコン50万ぐらいのやつ買おう。月曜日楽しみだね。保証人なしっていうかね、保証会社っていうのがあるから。冷たい？冷たい。なんか嫌な思いさせちゃった。ごめんね、163号さん。賃貸ならエアコン直してもらえない。も直してもらえるよ。大家さん持ちだよ。水増しは分かんない。あるんじゃないの？なくならないと思うよ。あ、そっか。月曜日連絡するって言ってたから今日か。まあ、振り込みあったらそのまま秋葉原行って機材買い出し行くかな。すぐ買っちゃう。必要なものがいくつかあるから。外国人はね、安いからね。東京のコンビニとかね、全部ね、外国人ですよ。あ、まあ、よし君にも聞いてるけど、まあ、大体みんなが言う意見整って、もう購入する PC は大体決まったから。でもね、最終的には結局ね、Mac もありなんじゃないかっていう結論になったんだよね。それはちょっと一周回って Mac あり理論っていうのが出てきたんだよね。本当はまあ Windows の方がいいんだけど。大阪は生活保護は甘いね。西成は特に。西成は特に甘いね。とりあえず900万振り込まれるかな。今、全員、その言ってる人たちのトータルだと900万振り込まれるはず。保証会社通るよ。あいつ生活保護の人。ね、すごいよね。Mac はね、高いんだけど、悪くないよねっていう話だね。だコストパフォーマンスは悪いんだけどね。Mac だったら MacBook Pro かタワーの2択になってくるね。俺、不正受給してないっすね。そもそも。不正受給をしてたら今頃ここにいないっすよ。多分不正受給が何なのかっていうのを一般の人が理解してないんだと思う。
60個ぐらいバイトしてて、コンビニの店員と、あと佐川急便とか、ああいうなんつうの、引っ越しとか配達系以外はほとんどやってると思うよ。接客業が多かったっすね、僕は。映画作れますね。はい、だから資金面はクリアしましたね。スポンサーさんがお金振り込んでくれるんで。まあ、ノートでね、映像はきついんだけど、外付けのね、グラフィックボードっていう概念が出てきて、それでね、Mac も選択肢に上がってきたっていうのと、あと、ビットコインバブルが終わって、CPU が安くなったから、ちょっとね、いい感じになってきたんだよね。i9 とかも値段が安くなってきてるから、自作 PC でもありだし、まあ、とりあえずお金入ってきてから、スタッフさんと打ち合わせようと思ってるけど。スタッフさんにはギャラは出さない方向で今考えてる。上がった利益に対する分配っていう方式を取ってるね。長時間の映像編集で Mac、いや、だからさっきも、言ったけれども、Mac っていう選択肢も悪くないよねっていう話が出てる感じ。そうだね、俺のアジト。トイレ行ってくる。コーヒー買ってくる。
それ以外に900万だね。わかんないよ。なんでかわかんないけど。自販機近い。ジャック・ダニエルのパーカーはこれ4年前リスナーさんからもらったプレゼントで、昔は半袖で寒い寒いって言ってたから、さすがに見てらんねえからこれ着ろよって送ってくれた人がいたの。うん、コンビニまあ遠くないっすよ。5分で、5分歩けば4軒ぐらいあるから。ヒーターはね、ニンニが買ってくれた。明日届くね。明後日か。300×3、 そうっすね。はい、元カノとの交際期間は2年ぐらいかな。引いた火曜日ね。ありがとね、ニンニ。それがあったらね、だいぶ助かるよ。服なんで買わないのか。頭おかしいからっすね。服嫌いなんすよ。服着るのが苦手で。わかる人いますか、これ。バガありがとう。174号さんありがとう。バガありがとう。カレー最近食べてないっすね。なんか服を選んだりとかおしゃれするっていう概念が昔からなくて、服の買い方も独特なんだよね。デザインとか値段とか見るじゃん、普通の人って。俺そうじゃなくて、肌触りから見るのね。で、着れる素材と着れない素材がなんかあって、自分の中でとりあえず服触って、で、あそこのコーナー、あそこのコーナー、あそこのコーナーって見て、で、黒い服を選ぶんだよね。それが俺の服の買い方だね。最近服買ってないけど、素材があるの。なんかこれ着たくねえなみたいな、これいいねみたいな。ずっと服触ってるんだよね、素材を。本当ですね。はい、うん、だからずっと同じ服着てたいんですよ。同じの何着も買って、もうずっと同じユニフォームとか、そういう概念。楽。すげえ独特って言われる。何やってんのって言われる。なんでずっと触ってるのって、服を。って、いや、着れる素材と、だからね、か、あの服の素材が全部似てるんだよね。うん、あー、靴下ね。うん、あの3万の和製高級バッグ、和製高級バッグ、あそこにあるやつ、あれ譲らないよ。あれ買えばいいじゃん、自分で。あれ6万で買えるから。うん、初見さんいらっしゃい。映画どんな映画ですか。どんな映画、どんな映画。俺がかっこいいと思うものを寄せ集めたもんですね。うん、なんか自分の作るものを説明するのすげえ難しくて、俺がかっこいいと思ったりとか、美しいと思うものを寄せ集めるっていう。のんちゃんの絵いいよ。うん、6万だね。ヘルツっていうメーカーだね。出たい。あ、出てよ、出てよ。DM ください。DM か LINE ください。うん、黒髪が似合う。ブルーにする。うん、で、ブルー似合わなかったら黒に戻そう。赤にするか。あ、そうね、アスペの特徴の一つだね。
発達障害の一つだね。新宿、ヘルツはね、渋谷だね。ずっと渋谷が本店。渋谷です。工場と一体になってんの。半分が工場で半分がショップで、すごく広いよ。表参道かな。渋谷ヘルツで検索するとものすごい量の手作りバッグが出てくる。元役者してますか？関西住み。関西に住んでて、東京でロケですけど、それでギャラとか出ないですけど、もし、東京に通えるっていうのであれば、全然、オーディションも来れて、本読み稽古とか東京でできるのであれば、お金出してくれる人と会ったことはないですね。てか、ニコ生の頃から会ったことなんかないよ。お金出す人会いたいとか言わないよ。ネットの人だから、なんか、見返りすら求めない人が多いね。なんか、スポンサーとか何か僕にできることありますかって、大金なんでって言って。でも、私は何も求めてないです。見返りは一切必要ありませんって。ずっと和道さんのことロムって見てるんで、和道さんの映画が完成することが見返りになるんでって言ってくれてる。芸能人と会ったことありますよ。いや、俺はだからお食事とか、まあ、企業名入れたりとか、いろいろ台本プレゼントしたりとか、カメオ出演とか、いろいろ提案してはいるけど、支援してくれる人は見返り一切求めない。そうっすね、スケジュール次第っすよね。芸能人会ったことありますかって、ダンカンさんとだって番組やってんだから、もう完全に足長おじさんだね。ニコ生で投げ銭投げてくれんだったら、ここで投げてもいいんじゃない？ここで投げないで、なんでニコ生だったら投げるの？それがよくわかんねえな。ニコ生の運営さんなのかな？一晩2万で大体、悲しくないっすか？なんか2万につられて抱かれるって、なんか虚しくなりません？だったら普通にお食事したりデートしたり、なんだろう、普通にやった方がよくない？いや、会ってもない人からずっと俺、ここにあるもの全て、ここに写ってるもの全部、リスナーさんからのお金で買ったものを、リスナーさんから送られてきたものなんだよ。会ったことない人ばっかりだよ。全部だよ。ここに写ってるもん全部だよ。俺、ここに段ボール引いて寝てたんだよ。そうじゃないの。映画のタイトルまだ決まってないですね。何案かあるけど。ジャンルはサイコサスペンスになるとは思うけど、ジャンルにこだわって映画作ってるわけじゃないから、俺らは。 ある。 映画作ってる人は別にジャンルとかにこだわりないと思うよ。作りたいものを作って、周りが勝手にジャンルとかカテゴライズしてるだけだから。プロのカメラマンついてる？プロのカメラマンがついてるってどういうこと？ああ、いや、最近プロのカメラマンさんがなんでこうやってるかっていうのは、映画一緒に作ってくれる人を教えて、俺の先生なんだよ、映像の。で、その人が、生放送好きで、で、生放送の裏方の技術構築っていうのをずっとやっていて、生放送の番組作ろうとしていて。だから、なんだろう、企画とかでプロのカメラマンさんが必要な時、逆に今だったら、すごい高画質で、すごくいい配信を提供できる。ひな祭りパーティーのサムネのところに今から来て、何を言ってるか分かんないですね。どういうことですか？ひな祭りパーティー？ひな祭りパーティー？あ、映画館で、もちろん映画館で上映しない限り映画ではなくて動画なんですよ。もちろん、
YouTube とかニコ動に上げたら、映画っていう扱いはされないんで、もちろん映画館でやりますね。YouTube にアップはしないですね。バトルロワイヤル見たな。たけしさんでしたね。ああ、よく言われますね。子供みたいって、少年みたいって言われますね。楽しみだね、楽しみだね。ワクワクするね。俺もすげえ楽しみだよ。多分泣くんだろうな。映画館で多分号泣すると思うよ。俺昨日、その支援者さんからメールでやり取りした時ちょっと泣いちゃったもんね。嬉しくて。いや、スタッフさんも毎日やっぱ俺の性格分かってるからいろいろ心配してくれてるよ。でもまあ俺はこういう生き方しかできないからさ。いやー、泣けたよ。いろいろやり取りして。嬉しいよね。奇跡が起きたと思って。本当にこれ自体が映画みたいだなとか思って。ああ、ご連絡お待ちしてます。はい。実際900万ぐらい入るね。月曜日にとりあえず入金したら連絡くれるって。本当に感謝してほしいのよ。スタッフさんにはまだ伝えてない。スタッフさんには実際手元に入ってから伝えようと思ってる。キャストいつも同時配信だね。キャスはコメントないけどね。LINE の方がレスポンスは早いですね。LINE の方が。Twitter は DM はたまにしか見ないんで。ロハコさんがもし生き返ったら、ロハコさんのやりたいこと聞いてやってあげたいな。まあ、たらればないよ。人の命は一回きりだから。ありがとうございます。184号さん、花火ありがとう。花火ありがとうございます。ありがとう。頑張ります。ありがとう。ありがとうございます。あざーす。パチパチありがとう。ありがとうね。あ、LINE お待ちしてますね。ありがとうございます。ドクター M さんのリスナーって何？あ、わかんない、それは。あ、そうですね。176号で、関西に住んでるとか、なんか概要送ってもらえたら、メール送ってもらえたら把握しやすいですね。まあまあ、メールベースで。でも多分、僕今スケジュールタイトで、撮影始まるとしても年末とかになるんで、それでよければ。まだオーディション自身もまだ開催決まってないんで、ちょっと長めに見てください。長めに見てください。あ、昨日カラオケ行ってて、7時間ぐらい大熱唱して、声が枯れてるだけ。風邪とかじゃないよ。紅歌ってぶっ壊してきた。すげえ楽しかった、昨日カラオケ。一人で、人カラっていうのがあって、一人でカラオケする部屋があって、都内に。そこでずっと歌ってた。安かったよ。人カラ良かったね。何時から？夜の10時、夜の11時から朝の9時まで2000円ぐらいかな。すげえ、良かったっすね。あ、来た。
昨日の尾崎豊か、よかった。尾崎豊かやっぱいいよね、かっこいいよね。歌うまくはなってないよ。人に言わない？いや、もういいじゃん。だって嬉しいじゃん。嬉しいことはシェアしようよ。そうっすね。詳細っていうか、まあスケジュールだいぶ後なんで、撮影は。まあ気長に待っていただければ。最近は休んでますね。走ってないっすね。まあ、でも体がすごい戻ってきたんだよね。超回復が起こってて、次走るときどうなるのかが楽しみだね。完全に体回復したから、ちょっと体重少し増えたけど、締まってはいるんだよね。で、筋肉とかも筋肉痛とかも一切なくて、肩こりとかもないし、今いい感じだね。ちょっと10日間休んで、タイムがまた30分切れて、28分台で走れたらいいなと思ってる。どうなるのかわかんないですね。最近穏やかだね。あ、まあ、ハイパーポジティブっすね。ネガティブから何も生まれないんで。ネガティブからは何も生まれないっていうか、ネガティブを引き寄せるだけなんで。僕はポジティブですね。もう癖つけてますね。ネガティブ思考は考えないって。ネガティブな思考の人とは付き合わないって。ポジティブ、ポジティブ。BGM 別にカオスの BGM に変えられるよ。どっちでもいける。なんか勘ぐる人多いよね。別に騙されたら騙されたんで笑えばいいのに。なんか勘ぐってて面白いの？つまんなくね？振り込んでくれるって言ってく気持ちがあるんだから、それありがたく受け取りゃいいじゃん。そう思うけどな。和道のこと応援すっからって言って、ありがたく受け取るっていう。映画の本編の方は撮ってないけど、技術練習はもう頻繁にやってるかな。技術練習はもう毎回テスト重ねまくってるかな。本番とちれないから。なんか映画ってその技術の部分がすごく多くて、本番パッて撮れるんだったら誰でもやるよね。それよりもリハの段階でどれくらいの技術を構築できるのかっていうか、まあ振り込まれなかったらショックだけど、まあショックもね、別にごめんって、嘘だったわって言えばいいだけだから。技術はもちろんヨシ君がメインなんだけど、ヨシ君と今、ヨシ君が忙しくて会えてないから、こっち側でも技術構築をしておかないといけないのよ。ヨシ君が撮影監督であることは間違いないけど、こっち側の技術を上げていかないとね、やっぱりね。曲名スムースフリクションですね。スムースフリクション。声かかったら入党してようかな。信じるか信じないかじゃなくて、勘ぐる必要ねえんじゃねえのっていう、疑るっていうのが時間の無駄だから、そのご厚意はありがたく受け取ればいいと思ってて、リスナー振り回してないでしょ。だってデメリットなんか何もないんだから、リスナーさんに。 何もないじゃん、別に。振り回してはいないでしょ。なんかデメリットある？俺にお金が入ったとしても、お金が入らないとしても、見てる人になんか不具合はないじゃん。知ってれば話も通じるし、結構その技術、例えばそのここの撮影のシーンはフィックスでいくっていうのか、いやドリーで行きたいとか、ドリーインでドリーアウトなのかとか、それともパンで回したいシーンなのかっていうのを脚本に書き込まないといけなくて、俺自身がその映像技法を知っていないと、ヨシ君に任せっきりになるわけよ。で、それって自分の作品なのかって言ったら違うじゃん。駆け抜けるシーンをズームアウト、
まあドリーアウトなのか、ズームアウトなのか、フィックスで撮るのか、それとも横で並走して追っかけていくのかって、全然意味合いが変わるから、それをジンバルで追っかけていくのかっていう。だからこっち側の技術が上がる分には、ヨシ君の手間が楽になるだけだから。そう、スタッフに伝えればいいも何も、スタッフさんだって俺の放送ずっと見てるから知ってるもん1週間に1回必ず会ってるし、いや騙されてるけど、別に俺は騙されても別に構わないと思ってるから。これだけいい思いさせてもらってるわけだから、実際カメラもそれで購入できてるわけだから、何の問題もないから。あ、フィックスっていうのは定点カメラのことですね。三脚を据えて固定で撮るっていうのはフィックス撮影っていうんですよ。でフィックス要はもう定点カメラ、固定カメラ、これが基礎の基礎なんですよ。フィックスが一番その基礎なんです。でフィックスっていうと三脚を置いてるだけだと思うじゃん、普通の人って。全然違うのね。サソリン今ね、腰やられちゃってね、腰で動けないんだって。ねえ、ありがたいっすね。ありがたいっす、ほんと。ここ最近苦しかったけど、急になんか、よくしてもらってて、本当にありがたいっすね。頑張ります。まさにこのカメラがフィックスだよね。いやー、それへこむよ。騙されたらへこむよ、そりゃ。悲しい気持ちになるよ。それはみんなそうでしょ。俺だけじゃなくてみんなそうだよ。どんな人でもへこむもんだよ。健康かな、どうなんだろうね。うん、 M さんの写真まだ公開してないですね。まだ公開してないです。ちょっと今日やろうかな。900円くれる、ありがとう、それでご飯代になるからね。1日の1食分になるから。私頭おかしい。え、愛子ちゃんなの？愛子ちゃんいらっしゃい。私頭おかしい。どうしたの愛子ちゃん。愛子ちゃん素敵な女性だよ。頭おかしくても俺は受け入れるよ。愛子ちゃん好きだよ。じゃあ放送中でもコメント書くよ。まあ、キツネ枠だからね。まあね、騙されてもしょうがないよ。和道さんとお付き合いしたい？本当に言ってんの？絶対やめた方がいいっすよ。189号さん、僕より素敵な人絶対いるよ。こんばんは。俺なんか配信者と付き合うのは良くないよ。振り回されちゃうよ。いい男性、
セクシーかな。全然そんなこと思ったことない。子供だよ、子供。のんちゃんいるから遠慮してた。あ、そうなんだ。いや、まあ、嬉しいですね。あ、もしよかったら、ツイキャスの方、コンティニューコインいただけると嬉しいんで、コンティニューコイン補充お願いします。無料分で構いません。コンティニューコインもしよかったらお願いします。寝ちゃったかな、ツイキャスの人。ツイキャス、もしよかったらコンティニューコインで延長分、無料分で全然いいんで。僕、成田っすね。成田。千葉県成田市ですね。付き合って、いや、振り回されるよ。配信バカだよ。ずっと配信回してんだよ。起きたから、寝るまで。寝るときに横に寝るぐらいで。あ、コンティニューコインよろしくね。ありがとう。ワド監督で検索して。まあ、素敵な人と出会えたらいいなっていう。映画のこととか配信のこととか理解ある人がいいですね。応援してくれる人。それこそスタッフとかも一緒にやってくれるような人がいたらいいなって。手伝ってくれる人いたらいいなって思うけど。どうしたら付き合えるかわかんないけど、とりあえずメールするとかじゃないですか。もしよかったら LINE 待ってますね。LINE はふわっちのプロフィールページに書いてあるんで、リスナーですってメッセージくれたら返信します。別れたよ。いや、募集っていうか、まあ素敵な人と出会えたらいいなとは思ってるけどね。ちょっと恋愛は臆病になってるかもしれない。いや、お金は関係ないでしょ、恋愛するのに。あんまりそういうこと言わないで。のんちゃんすごくよくしてくれたよ、俺に。あ、コンティニーコインありがとう。サンキューです。コンティニーコインありがとうございます。ありがとう。サンキュー。ありがとうございます。コンティニーコインありがとう。プライベートでご飯行くといいんですかね。私がお金持つのに誘ったら一緒に行ってくれるんですかね。ああ、まあ、時間が空いてる時であれば、仕事とかなかったりとかしたら、全然、お食事でも、はい。ごめんなさい、匿名枠なんで、誰かわかんないですね。匿名枠なんで、誰だかわかんないですけど、お久しぶりです。コテハン残したい人はツイキャスでコメント書いてください。ブルーでコメント書かれるんで。そしたら誰だかわかるんで。匿名枠はね、誰だかわかんないんだ。ごめんね。ツイキャスも同時配信でやってるんで、ツイキャスでテストって書いたら、ここにコテハン表示されるんで、そしたらコテハンで対応します。肛門プレイってコメント書いてんの？ よくわかんねえな。よくわかんないね。コテハンって言わないの今。なんて言うんだろう。ツイキャス勢は全然コメント書かないね。やっぱ匿名の方がコメント書きやすいのかな、うちのリスナーさんは。
そうだね、ニコ生勢のコメントでやりづらいね。正直。あんまり俺は好きじゃないね。それでニコ生から離れたわけだから。いや、わかんないっす。ジャゲラーで負け続けてダメな人間だ、死にたいと言ってる。やめればいいのにね。オカメオカメって言ってた。何なんだろうね。ちょっと俺にはよくわかんないけど。コテハンっていうのはツイキャスでコメント書いたら意味がわかるよ。ここのコメント表示を見てたらわかる。ツイキャスでコメント書いたら表示が変わるようになってんの。試しにツイキャスでテストって書いてごらん。これブロック全然一件も入れてないよ。スワッチの方がね、今人気だよね。あ、ゆいさんのことなんだ。あ、ないですね。僕は結婚願望とかはないですね。もうこの生き方してたら結婚はできないと思ってるんで、そこは切り捨ててますね。リリー・フランキーみたいなもんなんで。僕は過疎ですよ。大手ではないです。いや、結婚できないっていうか、俺と結婚して女性がメリットないでしょ。収入も低いし、財産持ってないし。なんで僕と結婚したいんですか？結婚するメリットなくない？ちゃんとした人と ちゃんとした人と結婚した方がいいと思うけどな。いや、似てないよ。カオスかっこいいじゃん。カオスイケメンだよ。カオスはすげえイケメンだね。カオスみたいに生まれたかったな。あの雰囲気あるエロい男に生まれたかった。かっこいいよね。匿名の方がいい人は匿名で全然構わないっすよ。好きな方を選んでください。一応選べる余地は用意しておいたんで。カオスやってないね、配信ね。最近全然やってない。カオスの枠好きなんだけどね。ねえ、カオスいいよね。セクシーだよね。カオスみたいな配信がもっと評価されればいいのにな。カオス全然食えてねえかんな、配信で。まあ、カオス自身が空気ないって言ってるけど。カオスはまあ薬中毒ではないと思うけど、なんでそんな突っかかってくるの195号さんは。ケイオスなんだ。人生一度きりだから、自分の好きなことして生きてる人と結婚したいなと思ってしまう私は変ですかね。わかんない。変なのかな、わかんない。カオスハーフなのかな、わかんないな。聞いたことない。変、いや、まあね、俺は自由に生きたいと思う。
自由に一回きりの人生をやりたいことで埋め尽くして、っていうかやりたいことを全部できないんだよね。時間が足りないんだよ、本当のこと言うと。大人になるっていうのは夢を諦めていく作業だから。子供って無限じゃん、可能性が。でも大人になるっていうのは妥協をしていくっていうか、その残っていったもので選択肢が狭まっていくことを指すんだよね。で一個だけ選ぶっていうか、それが本来の仕事なんだよね、本当の意味での仕事っていう。いや俺はね、結婚するイコール楽するっていう発想があんま好きじゃなくて、本当のことを言うと結婚っていうのはお互いを助け合うっていうのが俺は理想で、なんかね、結婚イコール楽するっていう発想がなんでこんな発想になっちゃった、日本人って昔そんな考え方はしなかったのに、好きだからこそ支え合う、お互いがお互いのやることをっていう発想がすごい好きだったんだけど、結婚イコール金持ちと結婚してなんかダラダラ生活することが幸せだっていう価値観になっちゃってるから、俺はそこは反対かな。なんかお互いのライフスタイルを支え合って一緒に生きていくっていうのが俺は結婚することだと思ってて、俺がパートナーに求めてるところはそういうところかな。なんか拝金主義っていうかさ、なんか悲しいよね、そういう考え方は。そう、相互扶助っていう。あ、昨日ねカラオケ歌いまくってて紅とか歌ってたらこんな声になっちゃったんだよね。ちょっと 2,3 日こんな感じかもしんない紅歌ってたらこうなっちゃった、ごめんなさい。歌もう7時間歌ってたから、しかもかなり大熱唱してて一人カラオケで、大熱唱してて楽しかったね。もうストレス溜まってたんだろうね、超楽しかった。いや、お金では幸せは買えないよ。不幸は減らせるけど幸せは買えない、カラオケ一緒に行く、俺と一緒にカラオケ行きたい、行こうよ、行こう行こう、一緒にカラオケ歌おう、いやなんか気持ちよかったね、すごい歌ってて。歌はいいね、やっぱ河本大翔とか尾崎豊好きだな、かっこいいよね、コッコ歌ってたね、あとコッコ、楽っていうのはダラダラすることじゃなくて俺は楽しむことだと思ってるから、楽の意味をなんか履き違えてるよ最近の人は。楽しむっていう字だからね、ダラダラすることは楽じゃないから。歌って、今こんな声だから歌えないよ、河本大翔かっこいいね、胸のドキドキ、子供の頃に分かりかけてたことが大人になって分からないまま、偉くもないし立派でもない、分かってるのは胸のドキドキ、答えでもない本当でもない、信じてるのは胸のドキドキ、胸のドキドキだけ。いいよ、配信中心だとデートとか、いやもう本当に僕は日銭を稼がないといけないんですよ、貧乏なんで。
生きていくためにはやっぱり配信を回していかないといけないので、デートをしたりとかお金かかるし、仕事をしないのと一緒なんで、なかなか今そういう状態じゃないんですね、僕自身の生活が。自分で生きていくのに必死なぐらいだから そういうねことを女性にしてあげられないっていうのがちょっと恥ずかしいですね。風に吹かれていいよね。風に吹かれてはいい曲だよね。だからね、いや、河本大翔がね言ったことで、ロックっていうのはね子供騙しなんだよっていうインタビューのシーンを見たことがあるんだけど、河本大翔がロックっていうのは子供騙しだって言ったら、もう2通りの読み方があるじゃん。本当に親を子供騙してんだよっていう意味合いで河本が言ってるっていうパターン A、要は俺は子供騙してんだよねっていうニュアンスと、そうじゃない河本大翔だから言えるさらに奥のニュアンスがあるじゃん。わかる？この2つのニュアンスっていう。わかるかな？その奥にある本当の意味での子供騙しなんだよねっていうのは、子供に帰ろうよっていう意味の、そう、俺はその子供のために歌ってるんだっていうさ、その2つの意味合いがかっこいいっていうか、だから何を言うかじゃなくて誰が言うかで、河本大翔すげえかっこいいよね。あ、デート代出す場合デートしてくれるんですか？いや、でもほら、俺その生活があるんで、自分の収入稼がないといけないんで、放送を止めちゃうと僕ホームレスになっちゃうんですよ。ああ、いいね。風に吹かれて本当にいいね。輝く太陽は俺のもので、きらめく月はお前の涙って。いいよね。こんばんは。こんばんは。すごい。ドアノブの人。ドアノブってなんでドアノブって呼ばれたんだっけ？いやー、河本大翔はグッとくるよね。すげえよかったね。カラオケ楽しかったな。パトロン、はい、支援者、スポンサーさんが見つかりましたね。スポンサーさん見つかりました。ありがとうございます。ドアノブ越しに あれか、辰彦の時か。え、ワインボトル？何の話？何？ワインボトルって。パトロンいるなら安泰。まあ映画のことに関しては安泰っていうか、まあ制作に取り掛かれるっていう感じですね。無事、条件は揃ったっていう感じで、あとはやる気ですね やる気と行動ですね。健康診断受けてないっすね。健康診断受けてないっすね。まあ、直振りでも
映画に関しては受け取ってますね。放送の活動に関しては受け取ってないですね。店頭ブロックするわ、じゃあ。ちょっと待って。でもね、バグるんだよね、コメビューが。連投ブロックすると。ちょっと待ってね。ちょっとコメントテストって書いてみて、みんな。テストって書いてみて。なんかね、コメントビュアーが重なっちゃうんだよね。なんでか知らないけど。どう？テストって書いてみて。テスト、テストって書いてみて。あ、大丈夫だ。治った。大丈夫だね。ありがとう。大丈夫だね。コンバグってない。OK、大丈夫だ。ありがとう、みんな。ありがとう。300万じゃない、900万。トータル900だね。さんのことは分かんない。もう1ヶ月以上会ってない。アスペルガーの人には、泣いたり感情を表現するのが苦手で、どういう病気かっていうと、普通の人と一緒で悲しんだり泣いたりとかするんだよ。そこは普通の人と一緒なの。ただ何が違うかっていうと、表情に出ないの。ひょうひょうとしてるっていうか、ように見えるけど、本人は傷ついたりとか、本人は怒ったりとかしてんの。だから俺は子供の頃よく言われてたのが、何考えてるのかわからないとか、なんでいつもその同じ顔なの、怒ってるって言われてたね。俺は今でも言われるの、怒ってる。怒ってるように見られる。だから普通に悲しんだりとか喜んだりしてるんだけど、あんまり出ないんだよね、感情が。顔に出ないっていう。僕、リング作ってないですね。シルバー和道はリングは作ってないですね。声がね、ちょっとね、声がね、カラオケで昨日ぶっ壊しちゃったんで、喉。すいません、お聞き苦しいところあるかと思いますけど。いや、風邪じゃない。カラオケで昨日すげえ遊んでた。無表情。本人は表現をしてるつもりなんだけど、顔に出ないんだよね、喜怒哀楽。まあ、冷めてるっていうか。そう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 。
そういう傾向にある。ありがとうございます、こんばんは。ありがとう。ああ、行きづらかったね。だんだん対応できるようになったのは2030入ってぐらいから慣れてきたかな。それまではすごく行きづらかったね、正直。まあ冷めて見えるのはマイナスっていうか、それは俺のパーソナリティに関する問題だから、こういうふうに生まれてしまったわけだからしょうがないよね。もう俺のアイデンティティとかそういう問題だから。こう生まれちゃったんだ。まあそれに気づくまでだいぶ時間かかったけどね。怒ってるわけじゃないのに、なんで怒ってるって言われるんだろうとか、子供の頃よく思ってたけど、声が聞こえない？いや、みんな聞こえてるはずだけど、声が。声聞こえてるよね。大丈夫だよね。行きづらかったですよ。行きづらかったですよ。正直ね、つらかったね。孤独だったね。でも、そんな中でも少しだけよくしてくれる人がいたんで、友達も少しだけだけどいたんで救われましたね。ツイキャスは広告機能ありますよ。ツイキャスはあの動画広告料入りますよ。もうすでにタイムシフト見たらお金入ってきますよ。もうとっくに実装されてますね。ツイキャスは物販の売買ができるのと、投げ銭ができるようになったのと、キートスっていうクラウドファンディングができるのと、動画視聴に対して広告料金、もう4つやってますね。検査はまあたまたまですね。僕は27の頃に行ってたまたま発覚したっていう。映画の支援ありがたいですね。はい、いただけましたね。あ、大丈夫だよ。俺は今まともだから。病状は落ち着いてるね。躁うつ病も出てないし、幻覚幻聴もない、被害妄想もないし、今落ち着いてる、すごく。ポルカ、ポルカってなんだろう。あ、お金はまあやっぱり余裕を作ると思うよ。ソースってなんだろう。ソース、リスナーさんから連絡が来て、メールとか電話で支援してくれるっていうことを言っていただいたっていう感じですね。ごめんなさい、僕不勉強で、あのビスコンティが分かんないですね。
ありがとう。218号さん、ありがとう。サンキュー。ありがとあ、お世辞とか言わないっすね。なんで隠す必要ないじゃん。だってネットで出会ってさ、ネットとみんなと出会って、ネットで起こってるドラマなんだから、ネットにシェアしないダメでしょ。ネットで全て俺は生かされてるんだから、隠し事なんかないよ、リスナーさんに。だって俺はここで人生変わったんだもん。ホームレスだったんだぜ。糖質ではないよ。ちゃんとメールも、まあ今見てみようか、じゃあ、195さん。今見えてなかったら糖質だけど、もうあるよ。LINE の記録あるよ。あるある。幻覚ではない。大丈夫。LINE 今確認した。大丈夫。OK。慎吾さんは発達障害なのよ。大逆転だと思わなくて、やっとスタートラインに立てるっていうか、やっと船が手に入ったっていう。やっと船が手に入った状態だね。船だね。いや、確認した、確認した。幻覚じゃなかった。 大丈夫。まあ、月曜日に振り込んだら連絡するって言ってくれてるから、大丈夫だと思うよ。信じようよ。嘘じゃないよ。お前が確認しても意味ない。放送続けててよかったよ。いや、放送が俺の人生本当変わったかな。死にてーって漫画喫茶で本当に死にたいって思ってたからね。もう行きたくないよって、居場所がないよって。つらかったな、本当につらかったね。ドキドキするっていうか、メールが来て泣いたっつうか、込み上げてくるものがあったね。やっぱりそのずっと悩んでたから、夢とか志をぶち上げたはいいけど、風呂敷広げたのはいいけど、やっぱりそういう資格がないのかなとか、いろいろ考えて、普通に放送やってた方が楽だったんじゃないかなとか思ったりとか、まあいろいろ悩んで自問自答してて、半年間本当に苦しくて。でももうカメラも買ってもらってるし、スタッフさんも集まってきて、みんながリスナーさんも映画楽しみにしてるって言って、プレッシャーがすごくて、で技術はどんどん上がっていってても、やっぱりその不安っていうのは取れなくて、それがグーってなくなったの、心の中から。その本当に大きい金額なんで、お気持ちだけで結構ですよって言ったんだけど、あ、もう私のことは大丈夫ですって、ちゃんとその投げられるね、支援できる範囲で支援しようと思ってるんで、お気遣いいりませんって。で、本当に助かります、ありがとうございますって送って、でその時にね、なんでこう込み上げてきたかっていうと、自分に何かできることはありますかってその人に聞いたのね。そしたらその人は、見返りは何もいりませんって言ってくれたの。それでもう泣きそうになっちゃって、私のやりたいことと、私が応援したいことにお金を使うだけなので、唯一あるとするのは、和道さんが映画を完成することが、見返りになるんで、映画を楽しみにしてますねって言われた時にすげえ嬉しくて。なんで和道を選んだのか分かんないよな、それは。まあね、プレッシャーばっかりだよね。それはすごい嬉しかったな。ゾーンに入ってる。 メールの文面は見せられない、個人的なやり取りだから、俺とそのリスナーさんの。それは公開することはないよ。いや、見せないよ。
個人的なやり取りだから。あ、ブルーにするね。ブルーにしますね。ブルーですね。いや、ごめんなさい。ブルーにしますね。ありがとう、コンティニューコインありがとう、コンティニューコインありがとうね。まあまあ嘘だと思っておけばいいじゃん。俺はその気持ちが嬉しかったからさ、少なくとも俺はその救われたから、その一言に。応援してくれる人がいるんだなっていう。そうだね、月曜日に振り込んだら連絡しますって言ってたね。振り込んだらメール入れますって言ってた。あ、ありがとう。歌の練習サボるなって、俺歌手じゃねえかな。普通の仕事はしないと思うよ。続けられる限りこのこういう生き方を続けたいと思ってるね。まあ嘘だったら嘘だったでよくない？騙されたら騙されたってちゃんと言うし、俺は何だろう、騙されてないと思ってるから。映画が作れればいいわけだから、一番俺が重要なのは映画が作れるのか作れないのかっていうところだから。まあいいよ、俺のこと俺を嘘つきだって言っても、声がどんどん出なくなってる。あのね、声を張ると出やすいんだけど、小声になると裏返るんだよ。小声になると、あ、10年後のビジョンはないですね。10年後のビジョンはない。よかったよかった。携帯で電話した人が2人と、メールでやり取りした人が1人ですね。3人、3人いますね。突然現れたんだよね。突然現れた。でもしっかりやり取りしてるから。何にも恐れることはなくない？だって現状お金はないわけじゃん。現状貧乏なわけだから、もし騙されたとしても現状通りなんだよ。別に誰も損をしなくて誰も傷つかないわけじゃん。俺が少し悲しい気持ちになるだけだから何も変わらないよ。そしたらまた毎日を頑張るだけだから。親とは縁は切れてますね。はい、でしょ。もともと貧乏で、もともとホームレスだったわけだから、失うものが何もないわけだから、だから騙されたら騙されたで俺がへこむだけだからさ。そうそうそう、いや声ごめんごめん。だから別に誰も損をしないからいいんじゃないかな。少なくとも俺はリスナーさんにこうやってよくしてもらって生活をしてるわけだから。
や、仮にの話よ。仮にの話。仮の話ね。そう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 。あったかいポカリ飲んでください。喉にいいから。ああ、後で作ろうかな。やかんでお湯沸かしてね。なんかね、ナイスっていう、なんか拍手ボタンついたよね。これが何なんだろうね。何なんだろう。いや、だから、個人間のやりとりはさらすつもりないって。あ、いいわ、どっち。リスナーさんとの個人間のやりとりは、こういう公共の場所でさらすようなことではないと思ってるから。あ、まあね、塾長さんとかもいるわけじゃん。スタップくんとか。みんなはさ、もう、毎日ふわっち見てたらさ、100万とか1000万とか投げる人っていうのを見てるわけじゃん。世の中には宝くじで1億円当たってる人が何人もいるし、FX とか株とかで大金持ちの人も何人もいるし、生まれながらの資産家も何人もいるんだよ。ここ日本だから。だからリスナーさんの中で不特定多数でそういう人がいるっていうのは普通のことだと思うけど。そう思わない。あ、両方ともいますね。男性も女性もいますね。ごめんなさい、それはあんまり今話したくないですね。こんばんは。まあ、本当はね、アイテムだけで支援受けたかったんだけどね。やっぱり半年間無理だったから。スタップくんに暴言吐いちゃったかんね、俺。あ、ありがとう。喉全然平気だよ、痛くないから。声が枯れてるだけだから。2、3日したら戻るよ。コンティニューコインありがとう。ニコ生時代より見た目若い、そうかな。まあ人によるでしょう。やっぱアイテムはノリで投げやすいっていう部分はあるから。気兼ねなく投げたい人もいるじゃん。放送を純粋に盛り上げたいっていう感じなんじゃないかな。これはまだ壊れてないよ。まともなつもりだけど。まあしょうがないよね。本当にお別れしましたよ。何度も言ってますが、もう本当にお別れしましたよ。今日トレーニングしてないですね。なんでアイテム飛ばなかったと思いますか？嫌われてるからだと思います。理由が分かってないから対処ができてないんだと思います。
のりゆきさんが何人かは僕は知らないです。日本人なんじゃないですか。こんばんは。こんばんは。カリスマ性とかは別にないんじゃないかな。カリスマ性とかは別にないんじゃないかな。配信者でカリスマ性持ってる人とかってあんまりいないと思うけど。配信自体は作品ではなくてパフォーマンスに近いっていうことを、パフォーマーに近いですよね。だからアートではないっていう、作品ではない、アートではないっていう、パフォーマンスだっていう。だからまあ形に残る形でやりたかったんで、それで映画だったりシルバーだったりっていう方にシフトしていってるんだと思いますね。エアコン直したいですね。沖縄懐かしいね。沖縄良かったな。もう一回行きたいね。どうなのかわかんないですね。どうなんだろう。お酒飲んでるのかな KB。 10日ぐらい休んでますね。1週間か、1週間ぐらい休んでますね。なんかタイムが30分切れなくなってきてて、1回休んだ方がいいなと思って。300万月曜日に入りますね。月曜日振り込んだら連絡いただけるっていうことでした。アドさん好き、ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。ついつい見ちゃう。見て見て。見てください。ぜひ、コメント書いて盛り上げて。青山どうなった？いや、わかんない。何？青山どうなったってどういうこと？どうもなってないよ。そうっすね。振り込んだら連絡しますねって言われてますね。いや、カラオケで歌いすぎただけなんで、2、3日したら戻りますよ、声は。全然痛くもないんで大丈夫ですよ。7時間歌ったらこうなるっていうだけで。ありがとうね。気遣ってくれてありがとう。
全然痛いとかはないから。まあいろんな人がいるからね、コメント書く人はね、まあ、それがそれも含めて楽しまないとね。支援よかった、報われたよ、頑張らないとね。あ、本当に残念ですね部長ね。配信会でやっぱみんな部長のこと好きだったからね、残念ですね。まあ、お金余ってる人はやっぱ日本は豊かな国だからね、お金持ちの人はいっぱいありますよ。あー、とんでもない、頑張ります、ありがとうございます。大金持ちの方がスポンサーとして1億円支援すると言ったらもらえますか？怖くないですか？いや全然怖くないですね、別に。いただけるものは1億円でも100億円でもいただきますけど何が怖いんですか？何も怖くないですね。何が怖いのかがよくわからないですね。アイテムも毎日いただいてますけど別に怖いと思ったことないですね。うん、ありがたく頂戴します。メンタル俺結構弱い方だと思うけどな、なんかメンタル強いって言われるんだけど、そんなメンタル、いやむしろメンタル弱い方だと思うんだけど、メンタル強く見えるのかな、なんでだろう、楽観主義なんじゃないの。楽観主義者ではあると思うけどメンタルは弱いよ俺。別に怖くないでしょ。いやむしろ孫さんにスポンサーとして認められたらめちゃめちゃすごいことだと思うけど、なんで怖いの？金くれるっていう人になんで怖いの？あ、違う違う、トップページ見ただけ、ふわっちの今何位なんだろうと思って、5位だったね。うん、別に怖い、スポンサーになって何も怖いことなんかないと思うけど、むしろ社会的な評価だから喜ばしいことだと思うけど。ああ、結構ポジティブに考える方かもしんない。昔すごいネガティブだったんだけど、ポジティブに考えた方がいいなと思って、うん、いや映画はね、なんだろう、画質を上げるのはカメラの性能だけど、やっぱりそのいい映画かどうかっていうのはまた別の条件で、アタルが作ってる映画良かったよ。なんだっけ、タイトル忘れちゃったけど、大学、うん、高校の先生の美術の動画とか、まあ、あ、映画とか良かったと思ったけどな俺は。でも別に俺アタルと比べてやってるわけじゃないからさ、アタルはアタルでいい作品作るっていう、うん、例えば何なの、宮崎駿と押井守と庵野、誰が一番優秀な作家かとか関係ないでしょ。
庵野作品は庵野作品、宮崎駿作品は宮崎駿、ね、こうね、作風があるだけでいろんな映像があった方がみんなにとっていいんじゃないのかな。風船ありがとう。風船ありがとうございます。いろんな作品があった方がみんなからするといいような気がするんだけど、そう思いません？いろんなコンテンツが見れるっていう多様性が見る側からするといいの。俺漫画がそうだと思ってて、日本って漫画がいっぱいあるからどんどん発展していくっていうか、最初は誰もできないことに挑戦するんだよ。生まれた瞬間から歩ける人はいない。ああ、ワドツー。てんでこちゃんいらっしゃい。ワドツー。青文字がようやく流れたね。ワドツー。どうなんだろう。いや、だからいつも言うんだけど、楽譜が読めないギタリストとか全然いるから、なんだろう。なんか映画を作る上で映画を見ないといけないとは思ったことはないかな。俺はね、個人的には。学校に通ってる人がいい映画作れるんだったら、日本の映画界こんなことになってないわけじゃん。日本の映画界がクソだっていうのはみんな分かってることでしょ。で、それ誰が作ってんだっつったら学校通ってるやつなのかな。そう思いません？俺は「ショーシャンクの空」には3、4回見たけど、全然いいと思わないっすね、僕は。っていうか、あれは何が悪いかっていうのは俺の中で分かってて、ディレクターズカット、要はね、商業的なんだよね。監督がやりたかったことをプロデューサーがバツッとカットしちゃってるから、本来監督が意図してることっていうのが表現できてないと俺は思ってる。はい、わかつ。これね、昨日カラオケで歌いすぎてこうなっちゃったんだよ。7時間カラオケやってたら、1人カラオケで7時間歌ってたらこうなったね。ここの配信つまらないんだったら他の配信行ってください。楽しい配信いっぱいあるんで。日本の映画は失笑レベルですね、海外からすると。面白い声。 勝ち負けでやってないっていうことを言いたい。勝ち負けじゃない。こんばんは。作りたいものを作ってる。あ、視覚だけじゃないですよ。映画は半分音なんで、あと時間、映像、視覚、聴覚、だから聴覚、視覚、時間軸っていう、あとストーリー、まあ総合芸術の一番難しいものだと思うよ。芸術は売れたもん勝ちっていうのはコマーシャルアートっていうジャンルで、ファインアートではない。セコの楽しみにしてる、ありがとう。ほのぼのが好き、俺も。ほのぼのしてるのいいよね。ドキュメンタリーではないよ。自閉症重度の子を、区立幼稚園に通わせるのってやっぱり、療育一本で行くべき。どういうことだろう。自閉症中度重度の子を区立幼稚園に通わせるのってやっぱり養育一本で、養育一本ってどういうことですか。
あ、俺ね、絶食20日間やったことありますね。20日はやばかったね。フラフラしたね。1週間ぐらいだったらいいけど、その先はね、やめた方がいいと思う。俺は20日間やった、水だけで。どういうことだろう。養育一本っていうのがちょっとわかんないっすね。区立と養育の併用が養育のみか。ごめんなさい。養育が意味がわかんないです。ごめんなさい。ペットとして見てもいいよ。これね、ご飯食べた、もやばかったですね。梅干しを最初に食べたんだけど、すっごいでっかい酸っぱい梅干し食べたら甘かったの。この世のものとは思えないぐらい甘みがブワーって溢れたの。一口、最初の一口だけ。あれはすごい体験だったね。20日間だね。20日間絶食した時はあるね。だけど運動とかはできないね。もう本当、なんだろう、冬眠してるみたいな。ずっと部屋の中で喋らないで、脳がクリアになる方法、呼吸法とか禅とか瞑想とかいいと思いますけどね。コメント出方かっこいい、ありがとう。少し痩せましたね。今ちょっと運動一回クールダウンさせてるんで、リバウンドしてますけど。蛍の墓、いい映画だね。深いよね、あれは。あれはすごいよね。あれは戦争の悲劇を書いたんじゃなくてね、やっぱりその人間の欲みたいなもの、特にその清太が節子を殺してしまったっていう、その懺悔っていうのがすごくいい、深い、二度深いっていうか、表面的には戦争のひどさを書いてるんだけど、人間の欲望みたいなものを描いていて、やっぱ高畑勲ってすげえよな。水は飲まないし死にます。水は飲まないと死にます。ただ、その太ってる、俺は太ってたから20日間できたけど、やめた方がいいと思いますよ。何のために？やってみたかったんだよね、一回。人生の経験で一回やってみたいと思って、どこまでいけるのか試してみた。20日間は結構ギリギリでしたね。ほんとフラフラになってて、途中で幻覚見えてたっぽいね、家族の話聞くと。いや、にわかでしょ。沖縄だろ。日本だったら広島と長崎じゃねえだろ。世界最大の白兵戦、地獄の白兵戦は沖縄で行われたんだから。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、ロードワークはまたするよ。もちろんもちろん。
最初の3日間だけなんだよね、食べ物食べたいっていうのは。3日後からお腹が減らないっていうかね、食べ物食べたいがなくなるんだよね。ワイワード2食べ、最初の3日間だったね。で1週間ぐらいはね、糖分コーラとか飲みたいとか、まあ1週間ぐらいあったかな。でそっから先は何も食欲がなくなるんだよね、1週間ぐらい経つと。最初3日間食い物で、その後糖分で、そっから先、まあでも低血糖を起こしてるからあんまり良くないよ、やっぱり。セコロ出ますよ、第一試合ですね。最初3日目はもう地獄だね、本当に。タバコの本数は増えましたね。睡眠時間は1日平均13時間ぐらい寝ますね、僕は。うん、風邪じゃなくてね、昨日カラオケ歌いまくってこうなった。カラオケですね。大丈夫ですよ。ういっすー。夜中お疲れ様。仕事終わりかな、よいこさん。お疲れ様です。仕事してる人とかは絶対やったらダメ。ニートとかね、無職だったらいいけど、あの頭は回らない、目覚めないですね、途中で。フラフラになるから肉体労働とか無理だよ。過眠症ではないですね。あ、過眠症ですね。うつは今のところ出てないね。昨日カラオケ配信ずっとやってた、うん、楽しかった。すごいすごい楽しかったよ。久々カラオケ行ったね、うん、すげえ楽しかったな昨日。久々カラオケ行った。言語を捨てる時代っていうか、まあ、言語はバカのツールだよね。まあ孔子とかも言ってるけど、言語っていうのは何々であるって言った瞬間何々ではないっていう二元論の考え方なんだよ、言語って。そうじゃなくて、世の中っていうのは多様性にあふれてグラデーションなのね。だから実は言語っていうのは、あの頭が悪いツールなんだよね。それを突き詰めたのが西洋哲学なんだけど、もっとその二元論じゃない考え方を受け入れられるべきだと俺は思ってるけどね。何々であるって断言した時点で何々でないって考え方が生まれるから、そこを突き詰めていった突き詰めていくと西洋哲学が生まれるっていう。ねえ、楽しいね、カラオケ配信ね。あ、おやすみなさい。ありがとうね、おやすみ、また来てね、うん、ありがとう。ん？今日振り込ま…え、何？言語より頭のいいもの。じゃあ言語っていうのは言語スリットを起こすっていう話ね。言語スリットを起こしてる時点で実はダメなんだよっていう。言語が万能に見えて、要は人間は全部言語化をしてるわけよ。だから一番大事なのは体感だっていうことを孔子は言ってる。
言語スリットがないってどういうこと？これが地声ならファンが増える。なんでヨガの精神じゃなくてその言語っていうのは早期イメージがずれるってことね。共感するためのツールとしては弱いっていう話っすね。要は共感するためのツールでしょ。だけど絶対ズレが起こるっていう。支援900万っすね。和活立川男子男子さん立川か立川男子さんみたいな声になってる。そうかな。どういう女性が好きですか。なんか笑顔が素敵な人が好きですね。あと独特の世界観を持ってる人が好きですね。オンリーワンだ、うん、概念も断る。いやだから例えば川リバー川っていう風に想像した時にみんなの中で映像が浮かぶじゃん。耳から聞こえて脳の中で映像化をするじゃん。でその映像のイメージがずれるっていう話で、例えばその中国人に川っていう同じ言葉を使った時に中国の川ってでかい海みたいな川を想像するっていう。で日本人の川って神田川とかさ、でかくても江戸川とかさ、っていう風にズレが起こるから数学が生まれたのね。言語を補足するために数学が生まれた。だからその、まあ、数学を生み出していったのも突き詰めていったっていう。そう、第6の言語を必要としたっていうか、第6の感覚っていうのかな。だからその言葉っていうのは実は早期イメージがずれるんだよね。ありがとうハート、ありがとう、こんばんは。それは言語スリットね。つまりだから共通認識をすることはできないっていうこと、言語では。だから簡単に言うと具体的にすればするほど文面が長くなるっていう。でもその同じ感覚を得るんだったら同じところで綺麗な川を同じように見ればいいっていう。そしたら共通認識できるでしょ。だから言語は不完全なツールだ。声はね、昨日カラオケ行って7時間歌ったらこんな声になった。ワドツ、でさらにイメージも違うよね。体感も違うわけだから同じ概念ではない。例えば俺らが見てる黒っていうのは実は黒だと思い込んでて言語があるから共通認識してるように見えてるけど、実は光の波形とかの捉え方は人によって違う。脳の作りも目の情報も違うわけだから、だから男の人だと色盲の人とかもいるでしょ。だからそれがもう言語に現れてる。同じ色を見てるようで同じ色を見てないっていうか見えてない人もいる。だから言語はダメだっていう。まあこれは仏教のね色覚とかそういう話にもつながってくる。要はその受け取るための装置で、それを言語は共通させるように思わせてるから、だから仏教とかでも言語を捨てる修行っていうのをやっていくんだよね。現実主義っていう話じゃなくて、言語っていうのは俺らが思い込んでるよりも不完全なツールだっていう話。言語を信用しすぎてるのが西洋哲学なんだよ。二元論で考える。
でも世の中はグラデーションだっていうことを言いたい。簡単に言うと今の議題ではね、要はディスクリートマスの世界ではない。ブッダは言語を大切にしてないよ。映画の撮影はいつ入る？捨て頃終わってからっすね。毎回この声だと喋りづらいかな、これは。蜂蜜舐めて。蜂蜜家にないっすね。ハトありがとう。のど飴とか買ってこようか、後で。別にでも俺自身は辛いわけじゃないからね、喉が痛かったりするわけじゃなくて、コントロールできないだけだから。好きっすね。カラオケは好きですね。大好きですね。歌はいいよ。歌はいい。それこそ小説「シャンクの空」に嫌いな映画の引用で申し訳ないけどね。歌は誰からも奪えないんだっていう有名なセリフがあるけど。パフェありがとう。ありがとうございます。パフェありがとう。体感が真実だっていうことですね。今の話の答えは体感が真実、普遍的だっていう、悟りは悟りで俺的な解釈なんかないよ。悟りは悟りだから。日本で作られてる映画でバイトして作られた映画なんかないと思うよ。バカすぎるでしょ。資本主義の否定ですかね。里襟懐かしいな。悟りを説明できない。俺は悟ってはいないけど、仏教的な解釈、自分が勉強してる部分についての解説とかだったらできるけど、突き詰めて言うのであれば我の否定。ありがとう。あーって言ってみて。あー我がありがとう。いや、自分なんてものは存在しないっていうことを説いたのがブッダの答えだよね。まあそれも説明原理だけど、ブッダが言ってるのは体感することが重要なんだっていう。言ってないっすね、全然。スロットもパチンコも全然言ってないっすね。風邪ひいてない。カラオケバカありがとう。全然体調はいいよ。エミさん懐かしいね。エミさん懐かしいね。おすすめの本なんかないよ。好きな本読みなよ。おすすめの本なんかないよ。好きな本読めばいいんだよ。バーガーありがとう。
バカありがとう。ねえ、懐かしいね。カオスね、元気かな。何やってるんだろう。ありがとう。165号さんから花火いただきました。花火ありがとう。ありがとうございます。165号さん、おやすみなさい。ありがとうございます。ありがとう、あざす。おやすみ、ありがとう。最近配信カオスやってないよね。最近やってないね。見かけないな。てりゃいいよ。本当にそうだよ。もったいないよ。一度失った生命は帰ってこない。一回壊れたらもう治せないんだ、命は。だからどんなに辛くてもやっぱり生きてほしいよ。どんな人にも必ず死ぬわけだからね。みすぼらしくてもいいから、弱くてもいいから、かっこ悪くてもいいから、生き延びてほしいよね。あるある、全然あるよ、全然あるよ。全然あるよ。いやー、30過ぎてね、結構知り合いとかがどんどんなくなっていったりしてるからな、荒野が死んだ時とか悲しかったもんな。なんかムカつくって、なんだよ。なんだよそれ、なんかムカつくって。いや、声調子悪いんだよ本当に。ごめんね、なお全然喉痛いとかそういうんじゃないから、全然俺は大丈夫だからね。33だよ俺、今年4だよ。34、もう3、人生折り返したね。ちょうど半分ぐらいかな。あと倍生きたら終わりだよ、ゴールだよ。残された時間で何やろうかね。ありがとう。265号さんから花火いただきました。265号さん、花火ありがとうございます。右左、右左、右左してみて。どういうことですか？ありがとうございます。右左ってなんだろう。どういうことですか？右左、右左って。
ありがとうございます。花火ありがとう。あ、31歳なんだ。同じ世代ですね。小平成か。バチバチありがとう。え、右左右左ってなんだろう。ごめんね、右左右左してみてってどういうこと、振りが分かんなかった、ごめんなさい。ミッキーマウスかよ。ミッキーマウスの声っておかしいよね、あれ。はい、僕ミッキーだよって。怖いよ、怖いよね。ミッキーだよって。うなされるわ。通常枠で配信してるルルちゃんっていう女性配信者は気をつけて、こいつ財布から6000円取った泥棒女だから。誰ルルさんって。しかもふわっちで彼氏作ってみるにかかわる前に出会い中のコラボしまくってる。ありがとう、バカありがとう。顔右左ってこういうこと。右左こういうこと。これでいいのかな。こう、バカありがとう。新八丁ね。新八丁は俺の5個下だから。今28歳だよ。わかんないっすね。わかんないっす。ごめんなさい。映画詳しくないんで。ごめんなさい。映画はドレさんが詳しいから、190号さん、ドレさんに聞くといいよ。ドレさん映画評論家でもあるから。俺は全然映画わかんないんで。延長はね、4時間でできないんですよ。4時間で1回終わりにしないといけないんです。 KP ワイン飲んでるのかな。ミイケさんわかんないですね。ミイケ監督どんな作品作ったんだろう。映画のタイトルとか言ってもらえればわかるかもしんないけど。あ、そうだね、便所さんと放送始めたの同期だね。でもまあ俺ニコ生で便所さんツイキャスだから、あんまり意識し始めたのはふわっちで、あ、便所さんっていう人なんだって感じだからな。あんまりよくわかんねえな。2年3年ぐらいは別のところで畑でやってたから、まあ時期的には一緒なんだよね、配信始めた時期は。スピルバーグ監督は俺の中では神だね。次役行こうか。日本代表の映画監督の一人なんだ。へえ。じゃああなたはそのミイケさんのことに詳しく知ってるんなら俺から聞く必要ないんじゃないかな。どうなんだろう。なんで俺からミイケさんのことが聞きたいのかがよくわかんないな。詳しいんでしょ。間違い探しがしたいの。高校教師が生徒を殺すやつ。カラオケ歌いすぎてて声が変なんだ。あー、クローズゼロとかクソみてえだな。悪の経典作者やり。あ、全然興味ない。全然興味ないっすね。むしろ僕があんまり好きじゃないものですね。ということで皆さんありがとうございました。たくさんアイテムありがとうございます。もし応援してくれる人はフォローしてくれると嬉しいです。この枠はこれで終わりにしたいと思います。それじゃあありがとうございました。たくさんアイテムありがとうね。お疲れ様です。
座っては来なかった。今この物語を君に捧げるよ。何もなかったはずの自分の中から絞り出せたストーリー。あなたの苦しみ悲しみを感じながら叫ぶ。ただ一つだけ Stand by